アレクサンダー・ヤコブレフ。1812年の愛国戦争。テルノピリ大司教とクレメネツ・セルギーの祝福を受けて。責任ある戦争に先立つものナポレオンは書に口述する。アーティスト・シュスタインベン。1840年代。フランスと革命。フランスとロシアは、ヨーロッパのほぼ両端に位置しています。1812年6月12日。 すべての日付は旧式に従って記載されているに、フランス軍がロシア帝国の国境を越える遠方の国への遠征を行った理由は何ですかこの質問に答えるには、ストーリーを遠くから始める必要があります。19世紀初頭、ヨーロッパは革命の時代を迎えていました。革命とは、既存の政府を打倒し、国家の構造を暴力的に変化させることです。それらの中で最も重要で最も血生臭いものは、 1789年のフランス大革命であり、その間にブルボン王朝の王の権力がフランスで破壊され、君主制の代わりに共和制が創設されました。自由、平等、友愛というスローガンの下で、社会の仮想階級の間で、最初の身分である貴族に対する闘争が始まりました。革命は、君主制に対する闘争だけでなく、キリスト教に対する闘争の始まりでもありました。 ボルテールとルソの考えに基づいたキリスト教の考えに敵対する啓蒙主義の無神論的精神がこの国を支配し始めました1790年2月には全ての修道院が閉鎖されました1791年11月革命権力の宣誓を拒否する司祭はすべての公民権を剥奪されるという教会の反対に関する法令が採択されたサンクルーの庭からのパリの眺め その結果、最大4万人の死災が国を去りました。1792年9月、君主制が廃止され、グレゴリオ歴が廃止され、新しい年表が開始されました。キリストの後端からではなく、革命の最初の年から始まりました。10年、トーカは、教会の都市を破壊するために導入されました。1793年11月、国王ルイ十六世が処刑され、 フランスのカトリック教会は消滅し、多くのカトリックとプロテスタントの司祭が司祭職を放棄しました。すべての教会は閉鎖され、ミサ・カトリックの天礼は自宅で秘密裏に行われ、司祭と平身穴の両方にとって致命的な危険がありました。ほとんどの教会は、すべての道具や貴重品とともに、州によって個人に販売されています。1794年5月、理性のカルトは、 のの存在のカルトに置き換えられました何千人もの司祭が殺人的な気候の海外開園に送られ多くは単純に殺されます1795年2月国家からのカトリック教会の最終的な分離1797年ローマ法王の国に宣戦線布告第一帝政時代のカーニバル革命家たちの活動は単に政府の形を変えるだけではなくキリスト教の歴史を消し去り キリスト教自体を忘却に追いやろうとする大胆で傲慢な試みでした。フランス革命は神を拒絶し、人間を地上で唯一の裁判官と支配者にしました。しかし、大衆の抵抗の高まりは、信仰に対する態度の変化を余儀なくさせました。ナポレオンはこれらの感情を利用し、権力を握った後、国のカトリック教会の地位を回復し、彼を体感させた教皇をひいきにし始めました。彼は カトリック世界のの皇帝の権限、つまりカトリック世界全体のレベルで全ての論争の的となっている教会の問題を解決する権利を与えられました。それにもかかわらず、これは問題の本質を変えませんでした。ナポレオンの力は革命の産物でした。どうやってそうなった共和制は国民による最高権力の選挙を意味しますが、フランスでは1799年にエネルギッシュで才能のあるナポレオン・ボナパルト将軍が権力を掌握しました。 1804年、彼は自らを皇帝と宣言し、君主制を復活させ、打倒されたブルボン王朝の代わりに、彼の家族が権力を握った新しい王朝の確立に着手しました。ヨーロッパでは、彼らはフランスでの出来事を恐れと不安を持って見ていました。ナポレオンは古い秩序を破壊し、新しい秩序を導入しました。ナポレオン法典という新しい州法典が採択されました。 産業と貿易は急速に発展し始めました。彼は科学と教育に多くの注意を払いました。ボナパルトの下では、貴族だけでなく一般人も軍の将校に任命されました。彼は有能で才能のある人を昇進させました。例えば、彼は元居酒屋の使用人であるヨアヒム村ムとを最初に将軍にし、次にフランスの元帥にしました。しかし、フランスの国境はすぐに、 非人道的な誇りと野心を持つナポレオンに近づきました。彼は世界の支配者になることを決心しました。この男は優秀な司令官の能力を持っていました。彼はいくつかの戦いでヨーロッパのほとんどの小さな国の軍隊を打ち負かし、それらを征服しました。彼はこれを全てフランスのためにやっていると言いましたが、フランスの唯一の絶対的な支配者は彼、ナポレオン・ボナパルトでした。いいえ、彼は国のためではなく、 自分のために外国を征服しました。新しい定規で全てが順調に進んだわけではありません。ヨーロッパの南では、スペインは彼の権威に服従したくなかった。スペイン軍の敗北後、普通の農民は侵略者に対してパルチザン闘争を開始した。ヨーロッパの西では、イギリスは難攻不落のままでした。当時、東に多くの植民地を所有していた世界で最も裕福な国は、産業が発達し、 最大の艦隊を持っていました。ナポレオンは彼女の軍隊を粉砕したでしょうが、イギリスはフランスから広いイギリス海峡を隔てる大きな島に位置していました。ヨーロッパの北には巨大なロシアがあり、ナポレオンが全世界に彼の意思を支持することはできなかった制服がなければ、フランスの税関職員は英国の商品を探して、海外の商人の胸をチェックします。フランス皇帝は断固として行動した。スペインでは、 彼は軍隊を派遣して、彼の力に対する人々の抵抗を抑えました。イングランドに対して、彼は貿易封鎖を発表しました。つまり、すべてのヨーロッパ諸国が島国との貿易を例外なく禁止しました。これは必然的に経済崩壊につながり、イギリスはヨーロッパの支配者のナスがままに降伏したでしょう。フランスとロシアの革命。ロシアはナポレオンを不快にさせた。 ロシア皇帝アレクサンドル一世はフランスの軍事力を恐れていましたが、最初は王位についた革命下に反対しようとしました。ロシアはオーストリアとドイツの州、当時は統一ドイツはありませんでした、とともに、フランスの国境台でナポレオンを止めようとしましたが、ヨーロッパの最初の司令官はすべての戦いで敵を打ち負かしました。彼は1805年にアウステルリッツで彼らに最も壊滅的な敗北をもたらしました。 ロシアは1807年にドイツのトシティルジットで和平協定を締結しなければなりませんでした。この協定は、ロシアの商人が穀物をイギリスに輸出し、そこから必要な機械を持ち込むことを禁じていたため、我が国にとって非常に不利益でした。それにもかかわらず、ロシア政府はナポレオンを阻止することを期待して、合意の条件を尊重しました。そこにはありませんでした。 ネマン川でのアレクサンドル一世とナポレオンの会談。ロシアはナポレオンに完全に服従しなかったヨーロッパで唯一の国であり続け、ロシア軍はナポレオンに抵抗できる唯一の軍事力であり続けました。フランス皇帝はこれを受け入れることができませんでした。1810年、ナポレオンは対ロシア戦の準備を始めた。大使と手紙を通じて彼はティルシットで締結された、 友情の絆への忠誠をアレクサンドル皇帝に保証しますが、実際には大軍を作成します。ティルジット条約。断片。一年半の間、すべてが準備されました。そして、フランス皇帝は、一部のロシア船がイギリスの商品を輸送していて、イギリス船がアルハンゲリスク港に寄港しているという事実に誤りを見出し、ロシアに対するキャンペーンを開始するよう命令しました。世界は息を呑んだ。 ナポレオンが勝った理由は、ナポレオンの一般的な恐怖の主な理由は、彼が無敵とみなされた非常に強力な軍隊を持っていたことでした。これは、フランス人が最高の銃、サーベル、大砲を持っていたという事実だけでは説明できません。フランスの兵士はよく訓練されており、愚かな命令の実行者ではありませんでしたが、戦争が何であるか、大きな戦いでどのように行動するか、 操縦または交代するときに行動する方法を理解していました。ナポレオン自身が兵士たちに十分な栄養と待遇を与えるようにしました。このすべてのために兵士たちは彼を愛していました。彼らは全世界がフランスに服従し、その後征服された国から大きな戦利品を持って帰国すると信じていました。ナポレオンの軍服。帝国の減衰。戦列歩兵書記官。 私兵器兵器兵連隊。元帥と将軍に囲まれたナポレオン。軍事隊の中で、ナポレオンがほとんどすべての兵士を名前で知っていた、選択された警備隊が作成されました。それはいわば、彼の個人的な軍隊であり、彼の最も信頼できる護衛でした。さらに、ナポレオンは有能で才能のある人だけを軍のすべての役職に任命しました。彼の護長、将校、将軍、 元帥は戦いい方を知っていました彼らはみんな勇敢な人々であり、戦闘で攻撃を受けることを恐れなかった同じナポレオンが、彼らに模範を示しました。最後に、重要なこととして、ナポレオンの軍事的天才を心に留めておく必要があります。これは特別な才能です。戦闘のために配置された敵軍の位置で脆弱な場所を見つけてそこを攻撃するか、軍のすべての力を集めて敵軍の中核を壊すことができます。 数十回の戦いで、ナポレオンは一度も敗北しませんでした。彼はいつも勝った。ナポレオンの権力の強さは何でしたか戦争を繰り広げ、ヨーロッパ諸国を次々と征服したフランス皇帝は、自分の背後に確信を持っていました。大革命の理想を裏切ったかに見えたフランスのナポレオンの権力を、なぜ彼らは受け入れたのでしょうかナポレオンの主な原則は、力の原則でした。 彼は強力な警察署を創設し、革命の時代にカトリック教会と戦ったことで知られるジョセフ・フーシュをその中に据えました。フーシュは、外国の諜報活動と内部スパイ活動の広範なシステムを作成し、フランス社会のあらゆる部門に何百人もの情報提供者を要していました。ナポレオン権力のオープンな敵は追跡され、ギロチンで処刑された、頭を切り落とされたか、撃たれた、そのような政府に反対した人々は、 その国で率直に話すことができず、イギリスやロシアに向かった。ナポレオンの軍服。バーデン対公国の歩兵。タンブール少佐の戦列歩兵。フランス軍の警歩兵。ナポレオン・ボナパルトの胸像。ナポレオンは残酷でした。はい、彼は兵士の世話をしました。結局のところ、彼らは彼のために世界を勝ち取りました。 彼は寛大でした。そして彼がパリのサロンで賞賛されるように彼の敵の何人かを許しました。彼は彼の国、彼の親戚を愛していましたが、ほとんど彼は何よりも自分自身を愛していました。彼が打ち負かした軍隊から捕らえられた何万人もの兵士が彼の命令で撃たれ、何百人もの明らかな、または架空の共謀者が脅迫のために彼の気まぐれで処刑されました。レギオン・オブ・オーナー。同時に、ナポレオンの治世中のフランスは、 資本主義の道に沿って急速に発展していました。産業が発展し、貿易が盛んになりました。内部的な理由に加えて、征服されたすべてのヨーロッパ諸国から、穀物、布地、金と銀の延べ棒から偉大な芸術家による絵画まで、価値のある全てがここにもたらされたという事実によって、これは大いに助けられました。国は豊かになり、さらに豊かになり、世界で最初の大国になることを望んでいました。 そして、ナポレオンが勝利している間、彼女は彼を必要としていました。ナポレオンの目的は、確かに、世界の征服、そしてこれは19世紀の初めに何を意味したのでしょうか。1812年のフランス皇帝の計画は、次の通りでした。まず、スペインのパルチザン運動を鎮圧することでした。第二に、ロシアを征服し、その軍隊を打ち負かし、フィンランド、ポーランド、 リトアニア、ニウクライナ、モルドバ、コーカサスををから分離し、大帝国国従順な賊国に変えます。第3に、イングランドを後方から攻撃する。イギリス海峡は依然としてフランス軍にとって乗り越えられない障害でしたが、イギリスの最も裕福な植民地であるインドを占領した場合、誇り高きイギリス人は服従しなければなりません。インドに対するキャンペーンは視野を通じて可能でした。 それがこの国の征服が特に重要だった理由です。彼の計画によれば、これが最後のヨーロッパ戦争であり、その後にアジア戦争が続くことになっていた。ロシア皇帝はこれを知っていましたか皇帝アレクサンドル一世、1801。もちろん、彼はそうしました。ナポレオンの政策全体は、ヨーロッパの征服者の平和を信じることができるのは、 素朴なな人だけであるといいう彼の攻撃的な計画にについて明確に語ったナポレオンはロシア皇帝の補佐官を通じて次のように伝えるよう求めました。地球は私が手に持っているリンゴのようなものです。私たちはそれを二つに切ることができ私たち一人一人が半分になります。これに対してアレクサンドル一世はこう答えた。彼はナポレオンの軍事計画に関する重要な情報を入手した。 パリに彼自身のスカウト、大チャーーナシェーブを持っていました。最後に最も影響力のあるナポレオンの大臣であるシャルル・タリーランドは重要な情報をアレキサンダー一世に多額のお金で提供しました SHM ・タレーランド1754-1838さらに1807年に MB ・バークレード・トリー将軍は ナポレオンとの避けられない戦争についての彼の考えをツァーリに概説しました。敵のエネルギーを散らし、使い果たした後、戦争の勝敗を決する激戦を繰り広げます。1810年、バークレード・トリーが陸軍大臣に任命された。彼はロシア軍を再装備し、西ドビナ川、ベレジナ川、ドニエプル川に沿って帝国の西側国境を強化する計画を立てました。残念ながら、 国家の困難な財政状況のためにプログラムは完全には実施されず、軍事要塞の建設は始まったばかりでした。これらすべてを知っていたロシア皇帝は、ロシア軍の準備を整えるために、フランスとの戦争を回避または後退させようとしました。1812年の初めに、アレクサンドル一世はナポレオンの特使であるナルボンヌの類伯爵を迎え、次のように述べました。私は幻想を抱いておらず、 ナポレオンの軍事的才能を高く評価しすぎて、多くの戦争が私たちにさらす可能性のあるすべてのリスクを考慮に入れていません。しかし、私が支配する国の名誉に反することは何もしません。ロシアの人々は、危険に直面して撤退する人々の一人ではありません。ヨーロッパのすべての銃剣が私の国境に集まったとしても、私に別の言語を話すように強制することはありません。繰り返しますが、 先に抜刀するのではなく、最後に鞘に収めます。M.B. バークレード・トリー、1761-1818。アーティスト・ディ・ダウ。1829年。ああ、この頑固者は、ナポレオンは施設の報告に依頼ていった。ナポレオンの軍服。戦列歩兵の五丁。ビュルテンベルクの歩兵。ビュルテンベルクの警歩兵。 1812年の侵略。サルタノフカ近くのライフスキー将軍の兵士の異業。アーティスト N サモキッシュ。1912年。それはどのように始まりましたか。1812年6月初旬、フランス軍は主力部隊をネマン川近くのロシア国境に派遣しました。6月10日、ナポレオンは軍隊に到着しました。彼は個人的にその地域を偵察し、 月明かりの下で夜に川岸をドライブしました。午前中、皇帝が本館に戻った時、ウサギが馬の足元の茂みの下から飛び出しました。馬は横に跳ね返り、乗り方の悪いナポレオンは倒れた。怪我もなかったので、彼はすぐに起き上がりました。しかし、この事件は彼の従者に憂鬱な印象を与えました。ネマン川を渡っていなければ、もっとうまくやれたでしょう。 この秋はあるい前兆です、とヌーシャテルの王子は言いました。しかし、ナポレオンはこれらの言葉を聞いていないふりをしました。彼は声を張り上げて革命参加、ラマルセイエーズを歌った、フランスの敵よ、震えよ。ピローナでネマン川を渡る。1812年6月30日。その頃には夜明けでした。ネマン川の平らな土手、木々、茂みが見えるようになりました。 反対側に派遣されたスカウトは、近くに軍隊がなく、フランス連隊の前進を見守っていたのは数人のコサックだけだったと報告しました。これは、ロシア軍との会合を期待し、最初の戦いでそれを打ち負かそうとしたナポレオンを驚かせました。しかし、彼は計画を変更することに慣れていませんでした。6月の6月12日、ヨーロッパの計算では、24日の朝、 ナポレオンの命令が大軍の会社を通じて読み上げられました。それは不名誉か戦争かという選択の前に私たちを置きます。その選択に疑いの余地はありません。だから先に進みましょう。戦争を彼女の領土に持ち込みましょう。第二次ポーランド戦争はフランスの武器にとって第一次戦争と同じくらい輝かしいものになるでしょう。しかし私たちが締結する平和は確保され、 ロシアが50年にわたってヨーロッパの情勢に及ぼしてきた悲惨な影響に終止符を打つでしょう。ナポレオンの軍服。第5キュラシエ連隊の司令官。第3キュイラシエ連隊のキュイラシエ。第1系騎兵連隊に等兵。ナポレオンは伊手から手袋を外して振った。この合図で、第13連隊の300人のポーランド人が最初に川の反対側に渡り、 続いてフランスの敵弾兵がすでに公兵によって川を渡って建設された三つのポンツーン、浮橋に移動しました。歩兵に続いて衛兵、騎兵、砲兵が続き、荷車が最後に移動した。車列の一つは、モスクワとサンクトペテルブルクに設置する予定だったナポレオンの像を二体運びました。フランス皇帝は、二ヶ月以内にロシアは和兵を求めるだろうと述べた。フランス軍はどうでしたか ?LNW。L N w 1770-1823それは元帥によって指揮されたいくつかの軍団に分けられました新郎の息子才能のある指揮官勇敢な戦士先制政治のためにナポレオンを非難することを恐れなかった親切で正直な男ジャンランヌルイ・ダブー才能のある戦略家であり熟練した管理者であり残酷なまでに厳格です戦略家でも政治家でもなかったヨアヒム村とは ヨーロッパで最高の騎兵隊の指揮官の一人になり、青い目の運動選手であり、常にシルクとベルベットの明るい衣装を身にまとったハンサムな男でした。また、L ier,、so ・ベルティエ、M ・2・ N ・ソートほか、M ・ネ0769-1815。フランスの連隊に加えて、グランドアーミーには、イタリア人、ポーランド人、スイス人、ポルトガル人、ドイツ人、オーストリア人、 およびヨーロッパの他の征服された人々からの軍事編成が含まれていました。プロイセン、ポーランド、オーストリアからの別の軍団がありました。大軍の総数は約60万人で、歩兵492千人、騎兵96千人、公兵2万人、砲兵などでした。国境は約44万人の軍隊が通過し、ナポレオンは残りを予備に残しました。ナポレオンの軍服。ポーランドのランサー。 イタリアコノエ歩兵連隊の敵弾兵、ポルトガル歩兵二等兵、ザクセンコノエ連隊の強硬騎兵、フランス軍の主力は、ナポレオン自身が指揮する左翼、218,000人、ナポレオンの義理の息子、イタリアの副王、ユージーン・ボワルネの指揮下にある中央、82,000人、右翼の3つのグループに分けられました。7万8,000人、ウェストファリア王の称号を持った弟のナポレオン・ジェローム・ボナパルトが指揮。 アイアイ村と・ムラト1771-1815エル・エーベルティエ1753-1815ロシア軍はどうでしたかこの時までにロシアは軍の戦力を増強することに成功していました。1812年5月にトルコとの戦争が終結して平和が訪れ、3月にはスウェーデンとの間で密約が結ばれました。ロシアの連帯はそこに残っていたが、 これらすべてが南と北西の国境を越えて落ち着くことを可能にした。ロシアの西の国境には、約24万人しかいない3つの軍隊がありました。第1軍12万7千人は、第2軍4万6千人である M。B、バークレーでトーリー将軍第3軍4万4千人である P。I、バグレーション将軍 AP、東名祖父将軍によって指揮されました。リガは P。 K.S. 戦将軍の別の軍団、18.5千人によってカバーされ、サンクトペテルブルクの方向は、第一軍から分離された P。X. ウィトゲンシュタイン将軍の軍団、2万人によってカバーされました。南の国境には、P.V. シチャゴフ提督の指揮下にあるドナウ軍が立っていました。M.I. プラトフ17、1751-1818。アーティスト D. ダウ。 1820年代。P.H. ウィトゲンシュタイン。1769-1843。アーティスト D. ダウ。1823年。ロシア軍は、軍隊の展開の計画と組織化において、敵よりも数が劣っていました。しかし、砲兵の数と質、騎兵隊の訓練、戦闘訓練において、私たちは劣っていませんでした。最後に、もちろん、 ロシアの兵士は彼の闘志においてフランス人に劣っていませんでした。彼は祖国、土地と信仰のために最後の域まで戦う準備ができていました。ロシアの司令官は非常に異なっていました。当時の陸軍大臣はミハイル・ボグダノビッチ・バーク・レード・トリーであり、ずっと前にロシアに移住したスコットランドの貴族の貧しい子孫でした。彼の才能、勤勉さ、 そしてこの勇敢で高貴な将軍に対するアレクサンダー一世の信頼のおかげで、彼は最高の軍階級に達しました。深い戦略家である彼は、資料深く状況を分析し、決定を下し、それをしっかりと実行しました。P.I. バグラション、1765-1812。わからない画家。1830年代。A.P. トルマソフ。 1752-1819。アーティスト系、レイチェル。1813年。A.I. クタイソフ1784-1812。アーティスト D. ダウ。1820年代。D.S. ドクトロフ。1756-1816。わからない画家。1810年代。P.P. コノフニツイン。 1764-1822。アーティスト L3 等版1813年。冷血で抑制されたバークレード・トリートは対照的に、別の司令官であるピョトル・イワノビッチ・バグラチオン王子は短期でした。グルジアの王の子孫である彼は、彼をお気に入りの学生とみなしていた偉大なスボロフトの戦闘経験を積んだ。会話と戦闘の両方に熱心で、 攻撃と軌道の達人であるバグラチオンは、兵士のアイドルとして知られていました。A.P. エルモロフ、1777-1861。アーティスト D. ダウ。1823年。将軍 P.P. コノフニツイン、M.I. プラトフ、D.S. ドクプロフ、AP. エルモロフ、およびその他の将軍は、バークレー・デトリとバグラションの指揮下で使えました。 この輝かしい銀河の一つであるアレクサンドル・イワノビッチ・クタイソフは、優れた方兵で多彩な才能のある人物であり、6つの言語を理解し、詩を書き、絵を上手に描いていました。ロシア軍司令部の計画は、国境からドリッサの特別に準備された要塞化されたキャンプに退却することでした。そこでは、第一ロシア軍が敵を阻止し、第二ロシア軍が側面攻撃で彼を攻撃することでした。 ロシア人はフランスの侵略にどのように対処しましたか皇帝アレクサンドル一世はフランスの侵略を知らされた時、ロシアの将校によって彼に敬意を表して手配されたビルナ・ビリニス郊外の舞踏会に出席していました。キャンドルに照らされたホールに美しい音楽の音が響き渡った。ダンサーの姿は滑らかな余石細工に沿って滑りました。明るいドレスを着た女性とその紳士。 そのほとんどは連隊の色とりどりの制服を着た軍人であり、黒い塩ビ服を着たポーランドとリトアニアの貴族の代表でした。ロシア軍の携帯。プライベート・ライフガード・セミョノフスキー連隊。ライフガード・キバ連隊の参謀。ガード・フート・アーティレリのチーフ・オフィサーとスコアラー。サーリの合図で、指揮者は音楽を止めた。サーリは凍りついた踊り子たちに次の言葉で呼びかけた。 彼は私たちの愛する祖国を滅ぼしに行きます。彼が私たちに手招きしている破壊が彼の頭の上に落ちますように、すべての都市や村で皇帝の言葉が知られるようになりました。初心者向け、真。最後の敵兵が祖国を去るまで武器を捨てないことを誓います。もちろん、ロシア皇帝は手に剣を持って征服者と戦うつもりはありませんでした。彼の義務と義務は、 救わなければならなかった彼に委ねられたロシア帝国を管理することでした。6月14日の朝、アレクサンドル一世はネマンから 100km 離れた第一軍の本部に向けて出発しました。彼は紛争を平和的に解決するという提案とともに A ・ D ・バラショフ将軍をナポレオンに送りました。バークレー・デ・トーリーは既存の計画に従って軍をドリスキーキャンプに導き、 バグレーション将軍に命令を送ったドットミンスクに撤退して第一軍に加わる。ラブー元帥は、ビルナ近くのロシア軍に壊滅的な打撃を与えるために、すべての軍隊を投入しました。しかし、打撃は空の場所に落ちました。ロシア軍は、優れたフランス軍から逃げることができました。6月16日、ナポレオンは人気のないビルナに到着しました。バラショフ将軍は、 アレキサンダー一世のメッセージを無駄に伝えました。ナポレオンは世界について聞きたくありませんでした。彼の知性は安と素晴らしいものだっただろう。好戦的な皇帝は王の使者の方を向いて推論した。でも結局、私はこの戦争で彼に腹を立てているわけではありません。次の戦争は、私にとっても一つの勝利です。ナポレオンの A、D ・バラショフ。アーティスト A、ニコライフ。 1973年。ロシアのキャンペーンは、月以内に完了する予定でした。一撃でこの作戦を終わらせなければならない、ナポレオンが命じた。彼の元帥の輪の中で、ナポレオンは率直に話しました。彼は、私が貿易協定を交渉するためにビルナに入ったと思っているのですが、北の野蛮な巨像を完全に終わらせるために来ました。剣が鞘から抜けています。ピノ部門のマーチ。 1812年7月16日。アレクサンダーは怯え、和解を望んでいますが、私はモスクワで和平に署名します。25年間、文明化されたヨーロッパの問題に干渉しないように、彼らを氷に戻さなければなりません。文明は北のこれらの住民を拒絶します。ヨーロッパは彼らがいなくてもうまくやっていくべきです。彼は戦争を望み、 彼の軍隊がモスクワとサンクトペテルブルクに迅速かつ勝利の行進でどのように侵入したかをすでに見ていました。恐れよ、外国人の群れよ。ロシアの息子たちは引っ越しました。反抗的で老いも若きも、大胆に飛び。彼らの心は苦衆心に燃えています。目覚めよ、暴君。秋の時が近づいています。あなたはすべての戦士に英雄を見るでしょう。彼らの目標は、勝つことか、 戦いの真っ只中に落ちることですラス一獣院養父のために祭壇の神聖さのために A.S. プーシキンサールス・コエセロでの思い出ナポレオンの軍服戦列歩兵将校施設歩兵戦列歩兵ドラマロシア軍はなぜ撤退したのですかバークレー・デ・トーリーはナポレオンの軍事戦術を知っていましたフランス軍の全軍を一つの拳に集め 敵軍を攻撃して一般的な戦いで打ち負かし、残りの軍隊を終わらせ、首都に入り、完全な降伏を要求しました。当局、これはフランス皇帝が以前に行動した方法です。そして彼はベルリン、ウィーン、その他のヨーロッパの都市に鍵を忠実に運びました。そのため、ロシアの戦争大臣の主な任務は、ロシアの主要な軍隊のつながりを考慮して、 それらが別々にに敗北ししないようにすることでした。バークレー・デ・トーリーは要塞が脆弱なドリサキャンプを去るように皇帝を説得しバイテップスクに行きましたロシア軍は国の内部に後退し敵を攻撃して前進を抑えましたこの戦争での最初の勝利の栄誉はコブリンの近くのトルマソフ将軍の多くに降りかかりそこで7月15日に彼は冬をつかれサクソン軍団レーニエの旅団に武器を降ろさせた ロシア人は259人が死亡し、フランス人は1500人、2500人は4つの旗と8つの銃で捕虜になりました。シュバルツエンベルクのオーストリア軍団がレーニへの救出に向かった。7月18日、4万人のオーストリア人とサクソン人が1万8000人のロシア兵を攻撃しました。トルマソフは終日持ちこたえ、ルツクに退却し、敵にトロフィーを残しませんでした。 フランス軍に封鎖された1万人目の守備隊が大軍の後方に5ヶ月間防御を維持し、その重要な力を束縛し、通信を困難にしたボブリスク要塞の擁護者の頑固さを思い出すこともできます。1812年のロシア人。アーティスト系、ゼッツァスカイ。1855年。敵は強かった。ラブー減衰の軍隊はミンスクを占領し、ロシアの北への道を閉ざした。その後、 バグラチオンはボブリスクの指揮を取った。ナポレオンが第二軍を主力から切り離して破壊することを決定したため、彼の立場は特に困難であることが判明しました。しかし、三つの軍団を指揮していたナポレオンの兄弟ジェロム・ボナパルトは4日遅れで、バグラチオンの軍隊は包囲から抜け出すことができました。ハサージャンクション。アーティスト A ・サホノフ。1912年。アレクサンダー・私は、 自的才能を持っていませんでした。彼は自分の存在が将軍たちを当惑させていると感じた。7月6日から7日の夜、皇帝は、AS ・シシコフ帝徳と彼に近い A ・ A ・アラクチェフ将軍の助言を受けて、軍隊を去り、モスクワに行きました。ロシアの将軍は、軍隊の力を維持しようとしたため、戦闘を避けました。ナポレオンの軍隊はポロツクとビテブスクで第一軍を追い抜いたが、 バークレード・トリーは巧みな軌道で彼の手段を攻撃から引き離した。バグラチオンの経験とスキルにより、彼はモギレフ近くのダブー減衰によって設定された新しい罠から逃れ、ドニエプル川を渡ってスモレンスクに行くことができました。私たちは長い間黙って交代しましたが、迷惑だった、彼らは戦いを待っていた。老人たちは不平を言った。私たちは何ですか不宿者用。 あえてしないでください。または何か、司令官。宇宙人が制服を引き裂く。ロシアの銃剣について、M. ユーレールモントフ。ボロジノ、ポロツク近郊のフランスのホースレンジャーに対するロシアの騎馬警備隊による迫害。アーティスト F. チルカ。1890年。バークレーデトーリーとバグレーションの軍隊の間に割り込んで大規模な戦闘を行い。 一つずつ打ちまかすというナポレオンの希望は失敗に終わりました。ナポレオンの打撃は、らの場所に落ちました。戦わずして撤退するのは惜しいが、それが命令だった。騎兵、ロシアの騎兵、軽騎兵、騎兵兵兵、強行騎兵、竜騎兵、コサック兵の長い列が、金色の野原の間の誇りっぽい道に沿って伸びていました。陸軍歩兵の連隊がありました。診療所、パン屋、 弾薬を積んだ滅車体7月22日、両ロシア軍はスモレンスクで合流したなぜスモレンスクで一般的な戦いが行われなかったのですか核将軍は彼が持っている力と機械を使用します統合されたロシアの第1軍と第2軍でさえ大軍よりも弱いままでした8月4日から6日までライフスキー将軍とドクトロフ将軍の軍団がスモレンスクを防衛しロシア軍の主要部隊の撤退をカバーしました フランスの大砲は絶えず発砲しており、街は燃えていました。ナポレオンがアウステルリッツの成功を繰り返すことを夢見てスモレンスクの城壁の下に到着したとき、バークレードトリーは再びロシア連隊を彼の打撃から遠ざけた。D.P. ネベロフスキー、1771-1813。ナポレオンは彼の優位性を知っており、ロシア軍との一般的な戦いに努めました。 彼はスモレンスクを迂回して、ロシア軍の後方に行くことにしました。皇帝はネゲンスイと村との騎兵隊を移動させたが、これは D ・ P ・ネベロフスキーの第27師団の部隊によって阻止された。クラスノエの村の近くで激しい戦いが行われました。フランスの前例のない粘り強さで、70を持った7000人のロシア兵が敵の攻撃を撃退しましたマイナス15000人の騎兵を含む20道とが60銃をじっていました。 戦闘後、師団の6分の1しか残っておらず、敵の輪を突破してスモレンスクの主要部隊に合流した。ネベロフスキーはライオンのように後退した、とフランス人は認めた。バークレー・デ・トーリーには、独自の宣言の命のある計算がありました。彼は、ナポレオン軍がロシアを通過するにつれて弱体化していることを知っていました。フランス人はすべての主要な入植地に駐屯地を残さなければならず、多くの病気や負傷者がおり、殺害され、 これらすべてが軍隊の規模を縮小しました。戦団は軍隊の動きについていけず、地元住民は侵略者に餌を与えたり、馬に干し草を与えたりしたくありませんでした。多くの住民は家を出たり、燃やしたりして、退却するロシア軍と一緒に去りました。赤の戦い。農民がフランス人から大砲を盗む。したがって、すでに大陸軍の最初の2週間で、兵士たちは飢え、 病院の負傷者には十分な包帯がありませんでした。規律が弱まり始め、略奪者の群れが現れ、ますます多くの兵士が脱走しました。ベラルーシとリトアニアは、略奪に従事する脱走兵の群れで溢れていました。馬のかなりの部分、特に滅ば車体と大砲で1万頭以上が飢餓で倒れ、馬のユニットを混合する必要がありました。6月中旬にネマン川を渡った時、 1>, 1ヶ月後には301,000人、185,000人、スモレンスクの後は135,000人が主力部隊にいました。大軍は戦わずにすぐに解けてしまいました。私たちはコンパスのない船のようで、広大な海で迷子になり、周りで何が起こっているのか分かりませんでした、とアルマンド・コーランクールは後に回想しました。捕らえられたロシアの農民は、ロシアの連隊が後退している道路をフランス人に伝えたくなかったか、間違った方向を示しました。 情報の欠如も複雑で、フランス軍の前進を遅らせました。スモレンスクの軍事評議会で、村とはナポレオンにそれ以上進まないように忠告したが、和平を提案する手紙をツアーリに送っただけだった。アレクサンダー・私は答えませんでした。当時、ヨーロッパ中に、ナポレオンによって書かれたグランドアーミーの速報が配布され、その中でナポレオンは彼の成功を発表しました。 この戦争でのフランスの勝利を疑う者はいなかった。結出した国家精神の一つであるオーストリアのメッテルニッキ外相は、アレクサンドル皇帝の確固たる姿勢は期待していないと述べた。しかし、軍やロシア社会では退却に対する不満が募り、恥ずべきこととされていた。貴族の応接室では、バグラチオン将軍からアラクチェフへの手紙から次のフレーズが繰り返されました。すでにこのようになっている場合、ロシアができる間、 そして人々が立ち上がっている間、私たちは戦わなければなりません。今のところ、戦争は普通ではなく、国家的なものであり、私たちは名誉と全ての栄光を守らなければなりません。軍全体が完全に泣いて、彼を叱って死ぬ。その間、戦争は長引く性格を帯びており、これがナポレオンが何よりも恐れていたものでした。ロシアはどのように戦争に遭遇しましたか。当時、全てのロシアの教会で、 説教団の司祭が聖シノドスの訴えを読み上げました。主は目に見えて最初に彼を圧倒し、次に彼を通して、そして彼と共に、彼の退却に最も従った人々を圧倒しました神に救われた教会とロシア国家は、これまでほとんどの場合、他の人々の思いやりのある見物人でした人々の災害。今、この誘惑の時は私たち、ロシア人に関係しています。誓いを守らず、 祭壇を尊重せず猛烈な悪意と同じくらい有毒なへつらいを吐き出し私たちの自由を侵害し私たちの家を脅かし神の神殿の素晴らしさにさえ略奪の手を差し伸べる力に飢えた悪なき敵トークからこの理由から私たちはあなた教会と祖国の子供たちに訴えます」てんてん私たちに彼の忠実な主題を求めている。 神によって油注がれた君主アレクサンダーの欲望と願望を正当化してください。アレクサンダー一世は4月11日の夜遅くに首都に到着し、クレムリンに立ち寄りました。彼は愛国マトなモスクワッコとの出会いを恐る恐る期待していたと考えられます。しかし、翌日の朝までに何千人もの住民がクレムリンを埋め尽くしました。サーリは午前9時時に赤いポーチに出て行き、 人々の大きな歓声と言わん大王とすべてのモスクワの鐘の鳴り響に迎えられました。ポーチを出ると、彼は密集した群衆を通り抜けてアサンプション大聖堂にたどり着くことができず、そこで天礼の後、ロシア軍に勝利を与えるための祈りの奉仕が行われました。力の神よ。アウグスティヌス大司教、ビノグラドフは祈りを捧げました。敵を見よ、あなたの土地を混乱させ、全世界を空っぽにしたいのなら、 私たちに対して立ち上がってください。私たちの助けに立ち上がってください。彼らを恥じさせ、恥をかかせ、私たちに悪いことを考えさせてください。そしてあなたの強力な天使が彼らを怒らせ、迫害させてください。メトロポリタンプラトン・レフシン。三位一体セルギウス大修道院にあったモスクワの古いメトロポリタンプラトン・レフシンから、アレクサンドル・パブロビッチはラドネジの聖セルギウスのアイコンを与えられました。 ロシアのダビデの軍勢が突然、血に飢えたナポレオンの首を打ち倒すだろう。感情からのアレクサンダーは、涙を流して大聖堂を去りました。王が大聖堂のポーチに現れた時、彼らは群衆から叫びました。死ぬか勝つか。これは皇帝に非常に強い印象を与えました。私はこの日を決して忘れませんと彼は何度も繰り返しました。アレクサンダー私は、スクワの貴族や商人と会いました。 貴族たちは、8万人の民兵を派遣することを約束しました。モスクワで最も裕福なジヌシピ A. デミドフ、P.S. サルティコフ伯爵、そして二十歳のアレクサンドル・マトベイビッチ・ドミトリエフ・マモノフ伯爵は、自分たちのお金で連帯を組織し、終戦まで維持しました。合計で、モスクワの貴族は戦争中に約300万ルーブルを寄付し、商人は1000万人以上を寄付しました。 1812年7月6日の民兵の創設に関するマニフェスト。男性も同じでした。文書によると、田んぼフ州の農民は、採用された時、戦争があり、おそらく死があることを知って、喜んで踊ったことが知られています。同様の愛国心の盛り上がりがロシア全土に広がった。ロシア軍を助けるために全ての人々が立ち上がった。ロシア民兵の形態。 ウラジミール民兵の最高責任者剣歩兵コサック。トベリ民兵のハンツマン、足と馬のコサック。リャザン民兵の足と騎乗したコサック。1812年の民兵の祝福。当時のロシアはどうでしたかその時代、ロシアの人々の上層部と下層部の間には、ピョートル一世によって100年前に作られた深い深淵が横たわっていました。国境。彼は西洋の習慣、マナー、 ファッション、価値観、文化、さらには言語を紹介しました。人々の上層部と下層部の間に溝が生じました。それ以来、貴族はより多くのフランス語を話し始めましたが、他の貴族はロシア語を全く知りませんでした。これらの、ロシアのフランス人は、彼らが生まれた不幸を持っていた彼らの国を軽蔑した。そしてロシアの男女は、ロシアの服を着て、ロシア語を話し、ロシアの歌を歌い、 教会に行き祖先の伝統と慣習に忠実であり続けた貴族と農民の不平等な権利によりこの地位の維持が可能になりました当時のロシアの主な特徴は農土制でありそれによると農民人口の約2000万人は土地不動産だけでなく不動産を所有していた貴族の数万人の地主の実際の正式な所有物でしたまた数十数千の農土の魂農土には個人の自由の権利がなく 主人のために働く義務がありましたが、同時に、子や馬、牛、羊など、自分の家を持っていました。彼らの中で最も賢い人は、お金をため、自分自身を召喚し、商人、実業家、居酒屋や旅館の所有者になりました。何世紀にもわたって、自由のための農民の反乱が何度も発生しましたが、当局はそれらを鎮圧しました。民兵は、 シア軍ののための要塞を準備していますアーティスト P ・ピンキセビッチ。1950年代。彼の治世の初めに、アレクサンドル一世は農民を解放する必要があるという考えを持っていましたが、彼は勇気がなく、高貴な地主の怒りを恐れていました。彼は、革命的な皇帝がヨーロッパの濃度制の最後の残党を破壊したことを知っていたので、 ナポレオンがロシアの農民を貴族に対抗させようとするのではないかと恐れていました一方ナポレオンはロシアの農民を愚かな牛とみなし彼が占領した領土で農土制を廃止しようとはしませんでしたそして男性はどのように行動しましたか7月初旬土地所有者のドミトリー・アレクセイ・ビッチ・ヤンコフが急いでプーラ州の村に到着しました教会での礼拝の後彼はみんなを家に呼びベランダに出ました 友よ、私たちは危険にさらされています。ヤンコフは言った。フランス人がロシアにやってくる。私たちは皇帝と祖国に仕え、正統派の信仰を守らなければなりません。モスクワの貴族は民兵に十対一を与えることにしました。誰かを虜にしたいわけではなく、善意で望む人は誰でも特別になれます。群衆から離れて戦士になりたいと思っている人、たくさんのこと。 三十二人必要です。ヤンコフは言った。私は弾丸の下で別のものを送ることを自分で引き受けませんが、あなたは祈ってくじを投げます。それが男たちがしたことです。戦争に行った人にも残った人にも、誰も気分を害しませんでした。ロシア民兵の携帯。モスクワ民兵の何百人もの商人とショーブルジョアの戦士と最高責任者。モスクワ民兵の騎乗型コサック。 フットコサックとモスクワ民兵の漁師。海戦。リトアニア連隊のライフガードの攻撃。アーティスト N サモキッシュ。1912年。クトゥーゾフはどのようにして最高司令官になったのですか。二つのロシア軍が統合された後、最高司令官について疑問が生じました。バグラチオンは戦闘に長けており、兵士たちに愛されていましたが、熱すぎました。 バークレード・トリーはより経験豊富で賢明であると考えられていたが、彼は軍隊で批判され、ロシア人以外の性のために信頼されなかった。連隊の巡回中、バークレード・トリーが何を経験していたのかは、神のみぞ知るところである。忍耐と沈黙の中で、この偉大な司令官は侮辱に耐え、軍、ひいてはロシアを救うためにプライドと評判を犠牲にしました。M.I. クトゥーゾフ。 1745-1813。スエアボザイミシチェニエム。アイ・クチューゾブが到着。アーティストエス・ゲラシモフ。1953年。アレクサンダー・パブロビッチは、彼を高く評価し続け、もちろん、1807年の計画を思い出しましたが、彼の大臣を支持しませんでした。王は、戦争の失敗した過程に対する一般的な不満を避けたかった。ああ 残念なリーダー。あなたの運命は厳しいものでした。あなたはあなたのために異国の地にすべてを犠牲にしました。野生のボートの視線に耐えられず。あなたは偉大な考えで黙って一人で歩いた。そして、あなたの名前で、音は異星人嫌いで、彼らの叫びであなたを追いかけます。あなたによって不思議に救われた人々は、あなたの神聖な灰色の髪に呪われています。 A.S. プーシキン司令官サンクトペテルブルクとモスクワの高貴な社会はクトゥーゾフをロシア軍の長にすることを提案しました王はこの将軍が好きではなかったが将軍の声に従うことを余儀なくされた M.B. バークレードトリー戦7 6 1 1 8 1 8 8月8日クトゥーゾフは最高司令官に任命されました古い将軍は条件を設定しましたザーリの兄弟 相続人ツァレビッチ・コンスタンチン・パブロビッチによる軍の撤退。クトゥーゾフは国王にこう説明した。3日後、将軍はサンクトペテルブルクの火山大聖堂で礼拝を行い、軍隊に向かった。軍隊への一人の到着が変わる可能性があるように見えますか。これは新しい銃のバッテリーでも騎兵連隊でもありませんが、クトゥーゾフの到着は、チア軍を強化しました。誰もが彼の知恵と堅実さを信じていました。 兵士たちは喜んだ。すぐに、クトゥーゾフはフランス人を倒すために来た、ということわざが生まれました。ミハイル・イラリオノビッチ・クトゥーゾフ将軍は、ロシア軍の最も古く、最も経験豊富な司令官の一人であり、裕福な地主であり、生まれながらの貴族でした。彼の戦闘経験は半世紀であり、ナポレオンが中尉になる前に彼は将軍になりました。クトゥーゾフは多くの戦いに参加し、何度も死に直面し、 二回重傷を負い、二十八歳で右目を失い、トルコの弾丸でノックアウトされました。クトゥーゾフは彼を最初の仲間とみなしたスボーロフと一緒に戦った。さらに、クトゥーゾフは経験豊富で賢明な軍事指導者であるだけでなく、優秀な外交官でもあることが証明されました。1812年の初めに、彼は勝利を収めてトルコとの戦争を終結させ、 ブカレストでロシアにとって有益な平和条約を締結しました。8月16日、クトゥーゾフはロシア軍の本部に到着した。彼はバークレード・トリーの撤退命令を承認したが、ナポレオンに改戦を与えることを固く決心した。戦いは戦略上不必要だったが、道徳的、政治的な理由で彼はそれを断ることができなかった。ナポレオンとは異なり、 彼はそのような戦いが戦争の結果を決定しないことを知っていましたが、これは軍が望んでいたことであり、人々によって期待されていました。敵に強い打撃を与える必要がありました。ボロジノ村から見たモスクワ近郊の戦場の前景。1812年9月6日。アーティスト・エイ・アダム。1830年代。クトゥーゾフはあぜボロジノフィールドを選んだのですか。大軍はモスクワに進軍した。 ナポレオンは攻撃の目標について次のように語っています。心臓、当時、モスクワは第二の首都でしたが、ロシアの精神的な中心であり続けました。それを征服することは、国を征服することを意味しました。フランス皇帝はそう考えました。さらに、サンクトペテルブルクからインドへ旅行するよりも、モスクワからの方が利益がありました。それが、 フランス軍がモスクワへの新しいスモレンスク道路に沿って行進していた理由です。戦いは単純にオープンフィールドで行うことはできません。経験豊富な司令官は可能であれば部隊の配置が最も有利であり敵の攻撃の可能性が最も困難な場所を選択します。クトゥーゾフがボロジノの村の近くの広大な畑を調査した時彼は軍隊に陣地を取り要塞を建設するよう命じました。 彼は戦う場所を見つけた。ボロジノ湯田は、モスクワから120キロメートル離れたモジャイスク市の近くにあります。比較的狭い前線で、この位置はすぐにモスクワへの二つの道路をブロックしました。古いスモレンスカヤと新しいスモレンスカヤで、モジャイスクで接続されていました。右側面から、ロシアの陣地は、モスクワ川に流れ込むコロチャ川で覆われていました。夏の終わりまでに、川はすでに浅くなっていましたが、 そのの土手は急でで険ししいものでした。小川と峡谷のあるボロジノノ原の丘陵地帯は高地に要塞を作り砲台を設置し敵から部隊の一部を隠すことを可能にしましたこの畑は低木や小さな森のある場所で生い茂り南と東からは連続した半の木と白樺の森に囲まれていましたクトゥーゾフは地位をさらに強化するよう命じたいくつかの城壁が右側面に注がれ 砲兵陣地がそこに設置されました。フィールドの中央の丘には、ライフスキー将軍の命令により、18門の大砲からなる砲台も配置され、周囲2メートルの高さの土星の欄干が敷かれていました。セミョノフスカヤの村の近くの開けた平野の左側面に、兵士たちはフラッシュを作りました。砲兵隊のための角の土の要塞と、シェバルディーノの村の近くの陣地の前に、砲類、 の役割を果たす長方形の構造防衛における独立した拠点。死刑により、フランス軍は狭い地域で額のロシア軍を攻撃し、コロチャの急な土手を克服し、中央と左側面でロシアの銃の火の下で前進することを余儀なくされました。ロシア軍はどのように構築されましたか。クトゥーゾフは、より数が多く強力な第一軍を右側面に配置し、第二軍を左側面に配置しました。本部は、 第一軍ののの部隊の位置の中心にありました第二段階では最高司令官が歩兵と騎兵の予備隊を配置しました。この時までにロシア軍とフランス軍の数はほぼ同じでした。フランス軍には93万5000人と587門の銃があり、約13万2000人と624門の銃がありました。しかしフランス軍全体が戦闘経験があり、 武装した正規の兵士で構成されていたことを知っておく必要があります。ロシア軍では、2万8000人が民兵であり、戦う方法を知らず、自家製のピークで武装していた昨日の農民でした。そしてセーバー。1万1000人を数えるコサックも、軍事訓練を受けていない不規則な軍隊でした。1812年8月26日のボロジノの戦いの計画。ロシア商工委、トラスキン制。 1812年。ボロジノの戦いの前夜の軍隊への M。アイ・クトゥーゾフのアピール。アーティストアイ・アトラノフ。1982年。農民だけでなく、貴族も民兵に行きました。皇帝の妻にロシア語を教えた有名な詩人バシー・リー・アンドレイ・ビチジュコフスキー、エリザベータアレクセーブナ皇后は生まれながらのドイツの王女でしたが、軍隊に仕えたことはありませんでしたが、 祖国のの防衛にに個人的に参加するることとが彼の義務であると考えました祖国を守るために家出をした16歳の少年。当時、若い中尉アレクサンドル・アレクサンドロフはクトゥーゾフの高級的な秩序になりました。この名前で高貴な娘なデジダ・ドロバが隠れていました。サーリの弟、16歳のニコライ大公の地の皇帝ニコラス一世と14歳のミハイル大公は、軍隊への参加を非常に熱望していましたが、 アレクサンドル一世は、彼らはまだ軍に入隊していないと言いました。ナポレオンと戦うには若すぎる。神の母のスモレンスクのアイコン。17世紀。スモレンスク。モスクワ大学の多くの学生は民兵になり、医学生は全員軍隊に行ったため、医学部は単に閉鎖されました。民兵には、学生、新学生、テリシテ人、及び職人が含まれていました。これらのうち、 クトゥーゾフは約10万人を期待していましたが、12連隊は合計3万人でした。戦いの前夜、クトゥーゾフは彼の軍隊を調べました。いつもは控えめな服装で、今回はすべての注文で清掃の制服を着ていました。兵士、将校、将軍に対する彼のスピーチは簡単でした。あなたは祖国を守り、血の一滴まで忠実に奉仕しなければなりません。私はあなたのために願います。 ロシアの兵士たちは死ぬまで戦う準備をしていました。8月23日、陣地で礼拝が行われ、貴重な像である神の母のスモレンスクの遺恨が部隊の陣地の周りを運ばれました。兵士たちはきれいなシャツを着て、自白し、生体配慮をしました。クタイソフ将軍は第一軍の砲兵隊に次の命令を下しました。彼らに銃で連れて行かれますが、至近距離で最後のショットを発射してください。 クトゥーゾフがロシア軍を迂回している間、わしが彼の頭の上をスムーズに飛んだことが口から口へと伝えられ、兵士たちは耳をつんざくような、万歳でした。この吉兆を歓迎した。大砲タイトで突撃を決めた。そして私は考えました。私は友達を扱います。ちょっと待って無臭兄弟。おそらく戦いのために、狡猾であるために何がありますか。壁を壊しに行きます。頭を上げてみましょう。 祖国のために、放射で昼寝をしようと横になり、そして夜明け前に聞こえた。フランス人がどれほど喜んだか、しかし、私たちのオープンビバークは静かでした。ボロボロの車庫を掃除したのは誰だ誰が銃剣を研ぎ、怒って不平を言い、長い髭を噛んで、エム・ユーレールモントフ。ボロジノ、ロシア軍の携帯。歩兵歩兵の参謀将校及び歌手官 ガードフートアーティレリの最高責任者剣爆撃手。ボンバルディアと陸軍歩兵砲の花火。フランス軍は、のように準備しましたか。ナポレオンは、ロシア軍がもはや撤退するのではなく、戦闘の準備をしていると知らされた時、とても喜んでいました。彼は長い間一般的な戦闘に憧れ、失敗の可能性について考えていませんでした。夜のテントにいるナポレオン。アーティスト系、スタイベン。 1846年、ナポレオンの計画は次の通りでした。ロシア人の左翼の弱い翼を粉砕し、軍隊を中央に移して全力で攻撃し、中央を突破し、ロシア人をモスクワの合流点でバックに追い込み、ソロカ川、そして最終的にそこでそれらを打ちまかします。モスクワへの道が開かれた。そこから、ボナパルトはロシア皇帝に講和条件を口述するつもりでした。 したがって、フランス皇帝は敵の完全な敗北を期待していました。ナポレオンの本拠地はバルボ村にありました。皇帝は絶対に勝利を確信していました。戦いの前夜、ナポレオンの命令がフランスのすべての連隊と戦隊に発表されました。あなたが待ち望んでいたおののいがここにあります。勝利はあなたの手の中にあります。彼女は私たちに豊かさ、良い冬の宿舎、そして祖国への素早い帰還をもたらします。 後で、後世の人々は、この日のあなたの功績を誇らしげに思い出し、あなたについて言うでしょう。彼はモスクワの壁の下での大きな戦いに参加していました。ナポレオンの軍服。下界一級。戦列歩兵連隊のボルティジャー軍曹。歩兵砲兵将校。トニアトフスキ将軍軍団の砲兵。シェバルディーノ。一般的な戦いの前に、 8月24日にロシア軍の左側面を守るシェバルディンスキー砲塁の戦いが行われました。内部に配置された8,000歩兵、4,000機兵、および36門の大砲は、1日を通して優れた敵軍の攻撃を勇敢に撃退しました。さて、1日でした。飛んでいる煙を通り抜けて、フランス人は、ものように動いた。そして、すべて私たちの砲塁に、カラフルなバッジをつけたランサー。 トニーテールのドラグーン。すべてが私たちの前で点滅しました。誰もがここにいます。あなたはそのような戦いを見ることはありません。点々。影のようにバナーを着用。煙の中で火が輝いた。ダマスク口が鳴り響き、散弾銃が金切り声を上げ、闘志の手は刺しに空き、そして核が飛ぶのを防ぎました。血まみれの死体の山、M ・ユーレールモントフ。 ボロジノ、村とはロシアの騎兵隊の一部を投げ返し、コンパン将軍は五つの歩兵連隊で砲兵を準備した後、攻撃を続け、頑固な銃剣戦の後、砲類を取りました。フランス人は、ロシアの砲手がこの機械を持っていたにもかかわらず、逃げなかったと言って驚いた。彼らは激しく戦い、その場で虐殺されました。シェバルディンスキー砲類の攻撃。アーティスト N サモキッシュ。 1910年。ナポレオンは道を譲りましたが、どんな犠牲を払ったのでしょう。シェバルディンスキー要塞とその周辺地域は、想像を絶するほど悪い状況を示していました。アプローチ、溝、要塞の内部は、死者と瀕死の山の下に隠れていました。地面は見えず、6から8列の死体が積み重なっていた。銃は沈黙し、耳をつんざくような沈黙の中で、 死にかけているロシア人とフランス人の全命とうめき声が聞こえました。シェバルディンスキーの戦いもクトゥーゾフにとって重要でした。彼は大砲のバッテリーを強化する作業を完了することを可能にし、さらに、ナポレオンの主力がロシア軍の中央と左側面を狙っていることを示しました。1812年8月16日、9月7日のボロジノの戦いの開始時のロシア軍とフランス軍の位置。ナポレオンは夕方、 元帥や将軍と共に行動計画を練り上げた。彼はしばしばロシア軍の方向を見て恐れていた。クトゥーゾフは去ったのだろうか。しかし、ロシア軍はそのままでした。風邪をひいたナポレオンは、疲労と興奮にもかかわらず、ほとんど寝ませんでした。本戦。日の出は早かったが、シンプルなグレーのフロックートと帽子をかぶったナポレオンは、すでに立ち上がっていた。これだ、アウステルリッツの太陽。 彼は自分を誇りに思って哀れに叫んだ。戦いは8月26日の朝5時半に始まり、ボロジノの村でユージーン・ボーハルネの軍隊による攻撃が行われました。すぐに、バークレード・トリー将軍はその場所に行き、彼が戦争大臣のポストから外されたという事実に深く苦しんでいました。彼らは彼をほとんど裏切り者とみなしています。彼は死を求めませんでしたが、恐れもしませんでした。 三頭の馬が彼の下に倒れたが、弾丸は彼に触れなかった。攻撃は撃退されました。EN ボアルネ1781-1824ポニアトフスキー元帥の指揮下にあるポーランドのランサーは、左側面を攻撃しました。攻撃も無益であることが判明しましたが、グチコフ将軍の予備隊の力の一部を拘束しました。30分後、 セミョノフフラッシュに対するナポレオンの主力の攻撃が始まりました。ナポレオンは大砲のほとんどをフレッシュに集中させ、百門の大砲が激しい火事で開きました。この日を生き延びた元帥たちは、命が尽きるまでのセミョノフフラッシュでのロシア兵の驚くべき大胆不敵さについて喜んで話しました。フランス人は彼らに屈しませんでした。フランス釈弾兵に向かってバグラチオンの死の叫びが聞こえたのはここでした。グラボ 数分後、彼は砲弾の破片で致命傷を負い、これは軍にとって大きな損失となりました。バグラションの最後の言葉は次の通りです。神は彼を祝福。ボロジノ・ノハラでのバグラション将軍の致命傷。アーティスト・エー・エプク・ハッゼ。1948年、ネーゲン水の軍団の兵士が最初の攻撃を開始しましたが、ロシアの大砲が彼らを止めました。 すぐに攻撃の第二波が始まりました。ロシア人は銃剣と弾丸で攻撃を撃退しましたが、第三波を抑えることはできず、セミョノフスキー峡国の後ろに後退しました。その瞬間、ドフトロフ将軍が現れた。将軍は手に剣を持って、逃げる兵士たちを止めました。誰もが死ぬ、一歩も退かない。そして戦いは続いた。 ボロジノの村の近くのロシアの陣地に対する U 字インボハルネの軍団の攻撃中央セクターではエウゲネ・ビオハネエースの軍団が午前9時30分にラウブスキー将軍によって設置されたバッテリーを攻撃し撃退され11時に攻撃を繰り返しましたフランスの大砲のボレーが手押し車を攻撃し300門の銃が発砲され歩兵が密集した列に移動しました フランスのボナミ将軍が剣を振り回しながら前に出た。テロ弾は空中と地上で炸裂します。銃声のせいで弾丸の音も聞こえず、ただ一人か二人の兵士が突然凍りついて地面に倒れた。ライフルの一斉射撃が攻撃者をわずかに遅らせました。カートリッジ、叫び声があちこちから聞こえた。常連客はいませんでした。ボロジノ高原のナポレオン。アーティスト V、バレシュケ人。1897年。 ナポレオンの軍服。第七騎兵連隊のナポレオン軍二等兵の征服。メクレンブルク・シュベリーンの敵弾兵。第一騎兵両騎兵連隊二等兵。ナポレオンは彼にとって非常に重要な高さへの攻撃に3万5千人の兵士を投入しました。フランス人はすでにマウンドに登っています。私たちの宝手は旗、包丁、手など何でも戦っていました。 フランス兵の死体が溝を埋め、他の兵士はそれに沿って砲台に侵入しました。白兵戦では、バッテリーのほぼ全ての防御者が全滅しました。その日、敵は多くのことを知っていた。ロシアのファイトリモとはどういう意味ですか。私たちの白兵戦、地球は私たちの胸のように揺れました。たくさんの馬、人。そして、千の銃のボレー。長い遠吠えに溶け込み。 m ユーレールモントフボロジノ、ラウブスキー将軍は、ボロジノフィールド全体を支配していたバッテリーを返却するよう命令しました。エルモロフ将軍が率いる銃剣攻撃で、高さと18門の銃が返されました。ロシア兵の反撃は非常に早かったため、フランス軍は逃げました。フランスのボナミ将軍が捕虜になりました。しかし、私たちの損失は大きかった。 兵士が死亡しただけでなく、この戦いでクタイソフ将軍が死亡しました。彼は27歳でした。全体として、ラウブスキー将軍の軍団は多くを失い、存在しなくなりました。さらに、クルガンの高さ、または、ライフスキーのバッテリーは他の部隊によって防御されましたが、16時までに撤退しました。ナポレオンは、ロシア人の損失がフランス人の損失よりもはるかに大きく、 ロシア人は降伏せず、最後まで死にかけていることを様々な点から常に知らされていました。彼は援軍を求められ、警備員を派遣するように求められましたが、フランスから数千キロ離れた警備員を危険にさらすことはできないと答えました。陰気で無口な彼は、質問に答えるのをやめた。ボロジノの戦いの日の式場での M。アイ・クトゥーゾフ。アーティスト A ・シェペリク。1951年。 戦闘終了の午後6時時までに、フランス軍はロシア軍の主要な陣地を占領していました。フランスの騎兵隊が成功を収めようとする試みは、プラトフ将軍の騎兵隊によって撃退されました。フランス軍が前進させた約300門の大砲が、退却するロシア軍にゆっくりと完璧な順序で発砲し始めました。ナポレオンは望遠鏡を除き、ロシア兵が落下しているのを見て驚いたが、飛行はなかった。 彼は火を増やすように命令しました。彼らはもっと欲しがっています。もっと与えてください。ロシア軍は再編成され、古いスモレンスク道路に沿って配置されました。暗闇が始まると、ナポレオンは軍隊に元の位置に撤退するよう命じ、以前に占領されたロシアの要塞を残しました。ここは暗いです。準備万端でした。朝、新しい戦いを始める。そして最後まで立ち。 ここでドラムがパチパチ音を立てます。そしてバスルマンは交代した。それから私たちは傷を数え始めました。同志を数える、エム・ユーレール・モントフ。ボロジノ、ボロジノの戦いの勝者は、フランスでもロシアでも、ボロジノの戦いは今でも勝利として祝われています。双方には正当な理由があります。それは当時の最も血生臭い戦いでした。フランス軍は、47人の将軍、 ロシア軍を含む約58千人。フランスのデータによると、合計28千人を失いましたマイナス23人の将軍を含む44千人。フランスのデータによると、47千人。ナポレオンの軍隊は、割り当てられたタスクを解決することができましたが、主な目標を達成することはできませんでした。ボロジノは、第二のアウステルリッツにはなりませんでした。ロシア軍は敗北することも、 敗走することもありませんでした。ボロジノの戦いでは、彼女はスタミナと戦術芸術の例を示しました。ロシアの連隊はその位置から後退しましたが、戦闘の終わりには最初と同じように不滅でした。しかし、ナポレオン軍の士気は崩壊し、ナポレオンの軍事的天才への信頼は失われました。統合的弾兵士団が攻撃中です。アーティストエフルボ。1912年。 皇帝への報告の中で、クトゥーゾフは、勝利という言葉に言及しておらず、敵は優れた力でどこにも土地を一歩も勝ち取っていないと書いています。しかし、サンクトペテルブルクとモスクワの両方で、ボロジノの戦いはロシアの勝利として認識されていました。住民は通りに出て、抱き合ったりキスしたりした。アレクサンダー一世は、クトゥーゾフに陸軍元帥の軍階級を授与し、十万ルーブルを与え、 ボロジノの戦いに参加したすべての兵士にそれぞれゴルーブルを与えるよう命じました。数年後、亡命中のナポレオンは次のように回想しています。その中のフランス人は勝利に値することを示し、ロシア人は無敵になる権利を獲得しました。プチコフ。その時代の輝かしいロシアの軍事指導者の銀河出身のプチコフ兄弟、ニコライとアレクサンダーは、ボロジノの戦いに参加しました。兄弟は全部で5人でした。 彼ら全員が高貴な祖先の遺伝的仕事を続けました。彼らは祖国に仕え、4人は将軍でした。1812年までに47歳のニコライは、スウェーデンとフランスのキャンペーンで何とか戦い、師団を指揮しました。彼は誠実に任務を遂行し、無関心で率直であることで知られており、軍の指導者としてかなりの才能を持っていました。彼は、弟のアレクサンダーが入った師団の一つで、 第三歩兵軍団の指揮官として進行に遭遇しました。NA. トチコフ。1765-1812。アーティスト D. ダウ。1820年代。A.A. トチコフ。1778-1812。わからない画家。1日木曜日。19世紀。アレクサンダー・トチコフは、778年生まれ。彼の兄のように、 彼は軍隊に登録され、大砲に使えました。フランスへの旅行中に、彼は知識を求めて努力したため、アカデミーや大学を訪れました。22歳で大佐になりましたが、これは、彼を謙虚にしませんでした。彼の野心は個人的な成功ではなく、共通の利益に向けられました。28歳でマルガリータ・ナリシキナと結婚し、間もなく息子のニコライが生まれました。そして今、 めまぐるしいキャリアが開かれた輝かしい将軍は、突然アレクサンダー皇帝に辞任を求めました。彼は家族と共にトゥーラ州の最愛の邸宅に定住し、家事を守り、息子を育てたいと考えていました。主権者は誓願を拒否し、アレクサンドル・トゥチコフは旅団司令官として1812年の戦争に出くわした。P.A. トゥチコフ、1775-1858。アーティスト D ・ダウ。 1820年代。ボロジノフィールドでの A。A. プチコフ将軍の偉業。アーティスト V. ベルクト。1981年。セルゲイは軍人としてのキャリアも追求しました。24歳でポーランドとの戦争に参加し、1802年にはグルジアの文明総督に任命され、1808年から1812年にはトルコとの戦争に参加し、すでに注意の地位にありました。 全般的、パヴェルは1775年生まれ、1808年から1809年にかけてのスウェーデン戦役への参加により、彼は聖ニコラス勲章を授与されました。案ン一度。1812年の戦争で、彼はバークレード・トリーの軍隊の部隊を指揮し、ドニエプル川を越えて第1軍の撤退をカバーし、重傷を負って捕らえられました。1812年の夏。 モスクワ州のズベニゴロド地区の貴族の元帥であるアレクセイ兄弟の長男は、モスクワ民兵の準備に参加しました。ボロジノの近くでは、ニコライ・アレクセイビッチ・トゥチコフ将軍が軍団をウキツァの村の近くに配備し、古いスモレンスク道路を追った。フランスのプレッシャーは大きかった。バグラチオンの命令により、トゥチコフは彼の軍団からこのフニツインの手段を選び出したが、彼には命令に従わない権利があった。 彼の直属の上司はバークレードトリーだった。これは体を弱め、敵は圧力を高めました。ウティツァの村の近くの高さへの攻撃の撃退の間、プチコフ将軍は連隊の前にいました。高さは守られたが、軍団長は殺された。マリア修道院長タッチコバー。バグラチオンを助けるために、ニコライは兄のアレクサンダーが仕えた手段を送りました。 彼女はフランス人からスミオノフのフラッシュを奪うために投げられました。散弾銃の氷がシェア軍に降り注いだ。血まみれの兵士と将校が次々と地面に倒れました。ロシア人は動揺して立ち止まった。プチコフ将軍は放棄された旗を掲げ、敵に駆けつけた。他の人たちは、レを追いかけました。この攻撃では、バックショットが34歳の将軍に命中しました。夫の死を知ると、 マルガリータ・トゥチコアは病気になりました。しかし、10月の後半に彼女はボロジノの畑に行き、そこですでに焼かれ始めていた何千もの死体の中から夫の遺体を探していました。野原には悪臭のする煙が立ち込め、黒い服を着た女性とルサティア修道院の修道士が死体の山の間をさまよいました。彼女は夫を見つけられませんでした。そしてすぐに彼女は鳥息子を失いました。 モスクワのメトロポリタンフィラレート、ドロズドフの祝福を受けて、未亡人はマリアという名前で修道院の誓いを立て、戦場で彼女によって設立された救世主ボロジの修道院の修道院長になります。はい。私たちの時代には人々がいました。現在の部族とは異なります。ボガティルはあなたではありません。彼らは悪いシェアを得ました。フィールドから戻った人はほとんどいません。エム・ユーレールモントフ。ボロジの クトゥーゾフはあぜモスクワを離れたのですか軍と人々は、ボロジノの戦いの後、クトゥーゾフがロシアのことを守るために2度目の戦闘を行うことを期待していました。しかし、8月27日の夜、クトゥーゾフは、ロシア軍がその攻勢の3分の1以上を失ったことを知らされました。新たな戦いの後、彼女に何が残るのでしょうか新しいユニットと武器が受け取られていません。 軍隊には十分な食料がありません。9月1日、軍事評議会がモスクワ近郊のフィリムラで招集された。ほとんどの将軍、D.S. ドクトロフ、AP. エルモロフ、p p コノフニツイン、L.L. ベニグセン、P.S. カイサロフ、F.P. ウバロフは新たな戦いに賛成しました。戦わずしてモスクワを離れた N.N. ラウブスキー、A.I. オスターマントルストイ、 K.F. トル、M.B. バークレーデトーリーは次のように述べています。立場は不利であり、軍は敗北の危機に瀕することは否定できない。クトゥーゾフは自分の決定がどうなるかを知っていましたが、戦いなしでモスクワを去ることについて話すのは困難でした。そしてこれが唯一の正しい決定でした。フィリの軍事評議会のメンバー、M.I. クチュゾーブ、P.P. この日 n, n, ラウブスキー a, i, オスターマントルストイ m, b, バークレーデトーリー f, p ユバロフ d, s, ドクツロフ a, p アーモラブ k, f, トル l, l, ベニグセン p s, カイサロフ m, i, クトゥーゾフ p, p コノフニツイン n, n, ライフスキー a, i, オスターマントルストイ m, b, バークレードトリー f, p ユバロフ D.S. ドクプロフ。AP. エルモロフ。K.F. トール。L.L. L ベニグセン。P.S. カイサロフ。フィリの軍事評議会。アーティスト A. キブシェンコ。1880年。モスクワを失ったが、ロシアはまだ失われていないと元垂は語った。軍を守ることを第一の任務とします。軍隊が存在する限り、 それまでは戦争を終わらせる希望を持ち続けます。責任は自分にあることは分かっていますが、祖国を救うために自分を犠牲にしています。撤退を命じます。9月2日の夜、ロシア連隊は2馬車を負傷者と共に引き伸ばし、生き残った大砲は巨大都市を東に移動しました。ミロラドビッチ将軍は、ロシア軍が静かに町を通過できるようにするという村との約束を何とか手に入れました。その間、 首都のの住民は完全に無知のままでしたすでにボロディンの後に、ボリショイ劇場での8月30日の演劇、ナタリア、ボヤールの娘、4幕のドラマの公演について、モスコフスキー・ベドモスティに発表がありました。シアター、モスクワの最高司令官である F ・ V ・ロストプチン伯爵は、町中に貼り付けられたポスターの中で、フランス人はモスクワに入ることが許されないことを恐れる必要はないと保証した。 しかし、町は次第に空っぽになっていった。露店は取引を停止しました。9月1日の朝、通りは馬車、馬車、ドロシュキー、荷車でいっぱいになり、東に向かって移動しました。貴族、ペリシテ人、商人、職人、すべて残っています。ビルナ、ビテプスク、スモレンスクの住民のような白雲母は、ナポレオンのもとに住みたくありませんでした。9月7日、 アレクサンドル一世はクトゥーゾフから戦いをせずにモスクワを離れることについての報告を受け、非常に驚いて一晩で白髪になった。彼の人生で初めて、彼は福音を手に取り、なぜ神が彼と彼の帝国をそのような方法で罰したのかを聖書から理解しようとしました。アレクサンダー・パブロビッチは、スウェーデンの王子ベルナドット、同盟国からナポレオンの敵となった絵の手紙の中で、次のように書いています。クトゥーゾフは、 7月26日の素晴らししい勝利を生かすことがでできませんでした。甚大な損失を被った敵は午後6時に火を止め数マイル交代し戦場を離れました。クトゥーゾフには彼を順番に攻撃する勇気がありませんでした。ロシア軍と住民は812年にモスクワを離れます。アーティスト A ・ソコロフ A ・セメノフ1958年そして 数十台のカートがすでに武器庫の宝物とモスクワの国立公文書館からの文書を持ってきました。多くのモスクワの教会や修道院の修道院長も主要な貴重品を集め、ニジニノブゴロドとボログダに持っていきました。トリニティ・セルゲウス・ラブラにいたメトロパリタン・プラトンは、敵がラブラに到達しないことを保証したが、念のため、ベタニーから回り、センズキー修道院に移送されることが決定された。彼の祝福により、 9月1日にセルギエフポサドの周りで宗教行列が行われ、多くの人々が集まりました。その日、高貴な馬車と農民の二馬車がモスクワから引きずり出されていました。貴族の邸宅は空っぽで、豪華な調度品、絵画のコレクション、大きな図書館が残されていました。十分な供給がなかったため、商人はできる限り商品を持ち出しました。貧しい商人、職人、都市の貧しい人々は、 惨めな持ち物物をを放棄し、しし敵に荷物を残しま二十八万のうちわずか六千が残りました。大都市は無人だった。ロシア軍の携帯。公平連隊の最高責任者。イェーガー連隊の可視観。敵団兵連隊の一等航海士及び歌手観。苦戦。1812年9月のモスクワ大火。クレムリンの右側を表示します。 アーティスト・アイ・ジベレ。1816年。フランス人はモスクワでどのように振る舞ったのですか。9月2日の夜に最初にモスクワに入ったのは村と軍団の上級部隊で、紫色のベルベット、白いズボン、黄色のブーツ、巨大な白い羽毛のついた帽子の刺繍入りの金色のユニフォームを着て、ライダーの前で孤児しました。9月2日午後に時,時皇帝の本拠地が大都市に到達し、その規模はパリを上回りました。 叫び声がありました。万歳。ナポレオン万歳、皇帝万歳。一斉に、フランス人はマルセイエーズを歌いました。ナポレオンは長い間、スズメガオカから大都市のパノラマを眺めていました。秋の日差しの下、庭園の緑の中で、何百もの教会のドームが輝きました。さて、いよいよこの有名な街。彼は叫んだ。これで戦争は終わりだ。 ブリュッセル、ベルリン、ウィーン、その他のヨーロッパ人から、以前と同じように町の鍵を持ってくることになっていた、ボヤールの代表団を見越して立ち寄りました。都市。逃げるプロイセンの王は、王宮で全てが快適かどうかを尋ねる手紙さえ送りました。皇帝は将校たちから祝辞を受け取った。彼は、オーストリアのメッテルニヒ外相から、ロシアはもうない、点々と書いた手紙を受け取った。 ナポレオンと彼の軍隊は、モスクワの前のポクロンナ屋の丘で、町の鍵を持ったボヤールの代理を待っています。アーティスト V ・バレシュケー人。1891-1892。しかし、ボヤールはまだ行きませんでした。村とは騎兵と共に彼らの後ろに送られましたが、無駄でした。これらのならず者は隠れましたが、私たちが見つけます。ナポレオンは怒って叫んだ。 彼らはひざまずいて私たちに刃をでしょう。ロシアの旧首都が彼に降伏しなかったことを彼は理解していましたか。翌日、彼には明らかになりました。征服者はクレムリンに行き、王宮に定住しました。天気がとても良かったので、数人のモスクワっ子が驚いた。ナポレオンは馬にまたがり、モスクワの秋はフォンテーヌブローパリ郊外よりも良く、さらに暖かいと喜んで繰り返しました。 彼は帝国とヨーロッパ全土を引き続け、何百通もの手紙を受け取り、様々な問題に関する何十通もの手紙や法令を送りました。彼の兵士たちは、地中に散らばりました。空腹で、多くがボロボロで裸足でした。モスクワに到着した彼らは、何が必要なのか、自分たちで狩りに出かけました。略奪者は街を歩き回り、残りの住民から鶏を奪い、馬や牛を奪い、空き家に入り、 欲しいものを奪いました。モスクワ当局と商人は、すべてを持ち出す時間がありませんでした。兵器庫、食料品店、砂糖、小麦粉、何千リットルものウォッカとワインの山、布地、リネン、毛皮製品の倉庫がありました。女性たちは急いで逃げ出したので、ダイヤモンドを化粧台に置いたままにしました。多くの家では、壁掛け時計が測定されました。すべてが侵略者の餌食になった。 軍の補給官アンリベール、後に有名な作家スタンダールとなるは、10月4日にモスクワから次のように書いています。私たちは、馬の砲兵であるサウブアが酔っ払って、サーベルで警備員を殴り、理由もなく彼を叱る様子を見ました。彼の仲間の強盗の一人が燃えている通りの奥深くに行き、そこで彼はおそらくローストしました、リトルミスター、J ・ジェ私の使用人は完全に酔っていて、テーブルクロス、ワイン、 自分で持って行ったバイオリン、その他あらゆるものを馬車に投げ捨てました。略奪者。誰かが彼らに、イヴァン大帝の鐘楼の大きな十字架は純金でできていると言いました。彼らは十字架を壊して地面に投げましたが、その後、撤退中にコサックがフランスの護送船団でそれを見つけました。クレムリンの聖母飛晶天台聖堂では、巨大な銀のシャンデリアが取り除かれ、その場所に天秤が吊り下げられ、 教会で盗ままれたた人の重さを測りましたフランス人は、帝教会の神殿を冒涜しました。彼らは教会に入り、遺恨から金と銀の額縁を剥ぎ取り、合計で320プードの銀と約20プードの金を盗みました。これらはすべてコサックによって奪還されました。127の教会が略奪され、破壊されました。彼らは教会の玉座を食卓に変え、聖意は馬の毛布として使われました。 ダブー元帥はドボイ修道院の祭壇で眠り、大天使大聖堂では死んだ馬が祭壇に横たわっていました。ヨーロッパの野蛮人の冒徳は驚くべきものでした。彼らは焚き木のためにアイコンを刻んだり、聖アレクシスと聖フィリップの聖遺物を床に投げたり、多くの教会を旧者に変えたり、あらゆる方法で神聖なものをすべて呪いました。手を嘲笑することはできません。モスクワの火事。市内中心部では、 9月3日にすでにすす。で火災が発生しています下辺はナポレオンを起こした。彼は窓に行き、あぜんとしました。クレムリンは燃えるような海に囲まれ、モスクワは燃えていました。ザモスコレチのアーバットの赤の広場で火事が猛威を振るいました。9月4日の夜、強風が1日以上続き、局地的な火災が全体的な火災の嵐に変わりました。副官たちは皇帝をクレムリンから追い出すことに成功したが、 町に留まることは危険になった。ナポレオンは郊外のペトロフスキー宮殿に避難しましたが、そこから町を見下ろす燃えるような輝きが見えました。モスクワの火の輝きは、モスクワから半径 100km 以内で観測されました。9月6日までに風が弱まり、雨が降り始め、徐々に火が消えました。なんて人たち。なんという野蛮人。ナポレオンは叫んだ。私を一時的に傷つけるために、 彼らは時代の想像を破壊します。その後、モスクワが総督のロストプチン伯爵の命令によって放火されたのか、それとも偶然に起こったのか、あるいはその理由は侵略者に対するモスクワ市民の憎しみであったのか、逆にフランス人の軽蔑であったのか、多くの論争がありました外資向け。これらの理由は全て有効である可能性があります。モスクワは基本的に木造の都市でした。 乾燥した風の強い天候で放置された彼女は、強力な火の要素の餌食であることが判明し、彼女を救うことは不可能であることが判明しました。アーバットとザモスコレチの地域、ゴストニーバーと大学の巨大な建物、200を超える教会、その他多くの建物が消失しました。火災による損害は、当時の価格で3億ルーブルと見積もられました。9月7日、ナポレオンはアレクサンドル一世に次のような手紙を書きました。 ロストプチンはそれを燃やしました。400人の放火犯が犯罪現場で逮捕されました。彼らはみんな、知事と警察署長の命令で家々に火を放ったと言った。同日、彼は妻の皇后マリー・ルイーズに次のような手紙を書きました。そこにはエリゼと同じくらい美しい500の宮殿があり、信じられないほど豪華なフランスの家具、多くの王宮、弊社、壮大な病院がありました。 すべてが消え、4日間、町は火事に見舞われました。町民の小さな家はすべて木造なので、マッチのように燃え上がります。敗北したことに激怒した総督とロシア人は、この美しい町に火を放った。これらのロクデナシは非常に慎重であり、消防ポンプを奪ったり損傷したりしました。1812年9月のモスクワ大火。出火にはいくつかの原因があったようです。 これは木造建築物の監督の欠如とフランスの略奪者の残虐行為であり、主なものはロシア当局の命令です。クトゥーゾフはモスクワを離れるとき、すべての倉庫と店を物資と武器で燃やし、すべての消火砲弾を取り出すように命じました。9月2日の朝、ロストプチンは警察の定理 P、ボロネンコに火ですべてを破壊しようとするよう命じ、彼に委ねられた人々と一緒の定理は可能な限り、 10時までさまざまな場所でこの命令を実行しました。夕方に。その後、大部分の所有者自身が家に火を放ったことが発見されました。モスクワ市民は、私の財産をすべて消し去り、私の家を焼き払ってください。しかし、呪われた犬のままでいてはいけません。私が取ることのできない引き分けにならないでください。ただ、これらの忌まわしいフランス人の手に渡らないようにしてください。 ロシアの歴史家によると、九千棟の建物のうち六千棟以上が火事で消失し、その中には歴史と文化の最も貴重なモニュメントも含まれていました。ナポレオンは無駄に待った。最後の幸せに酔いしれ、ひざまずくモスクワ。古いクレムリンの鍵で。いいえ、私のモスクワは行きませんでした。罪深い頭を持つ彼に。休日でも、贈り物でもなく、 彼女は火の準備をしていた。せっかちな主人公、AAS ・プーシキン。エウゲニオネーギン、モスクワを占領したナポレオンは、自分が状況の支配者であると考え、和平を提案するメッセージをアレクサンドル一世に送りました。火が全てを変えた。彼が兵士たちに約束したもの、つまり、豊富で良い冬の宿舎は灰になりました。彼は、モスクワに入ることが彼の偉大さの最高点であり、 これが彼の終わりの始まりであると考えていました。モスクワのナポレオン。1812年。人気のない萌え盛るモスクワから、彼はマレガイム大臣のパリに次のような手紙を書いた。並外れた美しさを誇る都市モスクワで私たちは莫大な富を手に入れました。200年間、ロシアはこうむった損失から回復することはありません。彼は勝利について全世界に知らせるように命じましたが、 彼は自分自身を欺くことはできませんでした。その後、セントヘレナ島で、ナポレオンは自白を爆発させました。私はモスクワに入ってすぐに死ぬべきだった彼は、彼の意志、才能、プライドよりも強いことが判明したコースを支持することができませんでした。ナポレオンはなぜ和平に失敗したのですか。すでに9月5日に、ナポレオンはモスクワ孤児院の長であり、 何百人もの孤児が住んでいたモスクワに残っていたアイ・ブイ・ストルミン将軍を召喚し、私がまだ尊敬している皇帝アレクサンドルに、私が平和を望んでいることを書いてくださいと尋ねました。手紙は一人の役人で送られましたが、返事はありませんでした。ナポレオンはモスクワの貴族イバン・アレクセーヴィチヤコブレフ、A ・アイ・ヘルツェンの父を召喚し、彼に同じ指示を与え、フランスのポストを通過させました。 ヤコブレフはサンクトペテルブルクに到着し、手紙を冬デンに手渡したが、ナポレオンは何の返事もなかった。その後、ナポレオンは戦前に中ロシア大使を務めていたロリストン公爵を第三の和平案と共にクトゥーゾフ陣営に派遣します。クトゥーゾフは皇帝の意向をツァーリに知らせたが、アレクサンドル一世は和平交渉を拒否していると答え、ロリストンと会ったことで元帥を叱責した。その間、当面の環境では、 サーリは、いかなる条件であれ、和平の即時締結を支持する強い圧力にさらされていました。これに対して、彼は兄のコンスタンティン・パブロビッチ大公と母親の皇太后マリア・ヒョドロブが、信頼できる交換 A.A. アラクスチーフ、N.P. ルミャンツェーブ、A.D. バラッシュオフに押されました。兄弟コンスタンティンは、内戦と王朝の死を避けるために平和を懇願しました。宮廷はパニックに陥った。 彼の妻であるエリザベータアレクセイブナ皇后と妹のエカテリーナ・パブロフナ対抗比は、勝利のために戦うというツァーリの意図を強めました。ナポレオンはローリストン元帥に、何としてもクトゥー・ゾフトの和平を達成するよう指示します。アーティスト・ V ・バレシュケイジン。1899年、1900年。皇帝は妹への手紙の中で次のように書いています。それどころか、これまで以上に、 私はこの闘争に粘り強く取り組む決意を固めており、私の懸念はすべてこの目標に向けられています。彼はベルナドット王子に次のように書いています。陸軍は、総継続に強く賛成した。9月初旬、サーリの副官の一人がナポレオンとの和平締結に同意しないのではないかという懸念を表明したとき、アレクサンドル一世は次のように叫びました。私が祖国の恥に署名するよりも早くシベリアに。 大公爵夫人エカテリーナ・パブロフナの避難は、彼にとってさらに苦痛であることが判明しました。これは不可解だと天皇の妹は9月3日に書いた。あなたの決断を忘れないでください。平和はありません。それでもあなたの名誉を回復する希望があります。3日後に書かれた手紙では、口調はより鋭くなっています。不満は最高度に達しており、あなたの人は免れることはできません。 あなたはあなたの帝国の不幸、破滅、一般的及び私的、そして最後に国とあなたの名誉の喪失について大声で非難されています自分の名誉。返答の手紙の中で、アレクサンドル・パブロビッチは自分自身を正当化し、彼らの意思よりも強いことが判明した状況と彼の行動を説明した、自分で判断してください。私の良き友よ。その後。 私が望んでいたことだけをしたときに私の名誉が傷つけられたと聞いたのはどれほど辛いことでした私はこれまで以上に戦いに固執することを固く決心し私のすべての考えはその目標に向けて努力しています1812年の祖国戦争中の砲兵準備ロシアとの戦いの過程でナポレオンは戦場で公然と行動しただけではないことに特に注意する必要があります大陸軍の車列には パリで特別に印刷された偽のロシア紙幣が持ち込まれました。モスクワで彼はおそらく農民の反乱を起こすことを望んで、またはおそらくロシア人に対するタタール人とバシキール人を起こすことを望んで、プガチョフ事件に関する書類を見つけるように命じました。親しい人々と彼はロシアを特定の広告に分割する計画について話し合い、モスクワでドルゴルキーの一人を大いにつかせることを計画しました。 これらの秘密の計画では、頑固なアレクサンダーを排除するために王室を分割したいという願望が重要な位置を占めていました。サンクトペテルブルクでは、あるシェバルキンが裁判にかけられ、ナポレオンがキャサリン2世の息子であるという噂が広まりました。そして彼の正当な王冠をアレクサンダーから奪い取り、その後、彼は農民を解放しようとしていました。アレクサンダー・パブロビッチは、 ナポレオンの秘密工作員が政府と彼個人に対する国内の不満を膨らませようとあらゆる努力を払っていることを知っていた。彼らはまた、キャサリンさんの名前で彼の妹の即位について話しました。そのため、アレクサンドル一世は彼女への手紙を率直かつ有意義に締めくくりました。あなたの目は、点々。大公は急いで彼女の8月の兄弟に、彼女の説明について心配する必要はないことを保証しました。 彼らは私の不利益になるようなことは何も証明しません。これは、戦争と平和の問題でモスクワを離れた後、王室内で危機がどれほど深刻になったかです。1812年の祖国戦争中のロシア軍のドラム、ピストル、車庫。ナポレオンは、アレクサンドル・パブロビッチが彼のメッセージに同意するだろうと確信して、辛抱強くモスクワで答えを待った。彼は繰り返した、 モスクワの平和は私の軍事遠征に終止符を打つでしょう。ヨーロッパは一つになるでしょう。あらゆる場所を旅する各人は常に自分の故郷にいます。仮の和平条件に署名せずにモスクワを離れることは政治的敗北に等しい。タルティーノ・でキャンプ。アーティスト A ・ソコロフ、A ・セメノフ。1958年。 サーリがモスクワを占領したナポレオンとの和平に同意していたなら、1812年のキャンペーン・オブ・ザ・イヤーはフランスの征服者にとって勝利だったでしょう。ナポレオンはこれをよく理解していたので、彼はモスクワに36日間滞在しました。彼は冬の宮殿からの答えを望んでいました。クツーゾフの計画とは、ロシアの最高司令官は、見せかけだけで、リャザン道路に沿って移動するように命令しました。モスクワを離れた直後、 軍隊は密かにカルーガ道路に向かい、9月21日、モスクワから 80km 離れたタルティーノの村の近くで野営した。ナポレオンは、ロシア人がコロムナを通ってリャザンに出発することを彼に保証した彼のスカウトの報告に騙され、そこに派遣されたのはわずかな飛行隊だけでした。有名なタルティーノの行進により、クトゥーゾフはいくつかの目標を達成することができました。ロシア軍に武器と食料が供給され、 豊かな南部の州への道が開かれた場所であるプーラとカルーガの都市をカバーし、幹線道路を脅かすことでした。フランス軍のモスクはスモレンスク。タルチンスキー収容所は、ロシアの反撃準備の拠点となった。ロシアの他の地域からの戦闘部隊と民兵の分献隊がここに来ました。2週間以内に、クトゥーゾフには24万人の兵士と民兵がおり、ナポレオンには11万6千人が残っていました。 クトゥーゾフは、フランス人自身が寒くて飢えたモスクワを離れることを確信しており、この目標を達成するために兵士の命を無駄にしたくありませんでした。しかし、弱体化したフランス軍が後退すると、それを攻撃することが可能になります。バークレード・トリーの戦略計画で想定されていたように、パルチザンは誰ですかパルチザンという言葉そのものがフランス語です。ナポレオンの支配に反対するいわゆるスペインの戦闘機。 ボロジノの戦いの前の8月、デニス・ダビドフ中佐は上司のバグラチオン王子に報告書を送り、フランス軍後方でのパルチザン作戦のために戦機のコサックを自由に使えるようにすることを提案しました。バグレーションは提案を承認しました。確かに、ダビドフには1000ではなく100を少し超える軽機兵とコサックが与えられましたが、問題は始まりでした。小さな文献隊が敵陣の背後に移動しました。 デイビドブは農民の助けを望んでいましたが、最初はそれを受けませんでした。村では、フランスとロシアの軍服を区別しませんでした。ハッサーの制服を着た将校を見て、男たちは熊手を持って彼に駆けつけたり、森に逃げたりしました。それから彼は制服を農民のアルメニア人に変え、聖ヨ羽ネ騎士団を解任した。アンナと聖ニコラス・ザ・ワンダーワーカーのアイコンがついた小さなアイコンを首につけ、 あごひげを手放しました。今では相互理解があります。農民はパルチザンに食べ物を手伝い、フランス軍の動きに関するすべてのニュースを彼らに話しました。彼らはパルチザンのガイドになりました。最初の戦いで、文献隊は成功を収めました。フランスのいくつかの文献隊を打ちまかし、弾薬で戦団を撃退しました。コマンドは、バシキール機種の文献隊を強化するために送りました。これで、 ダビドフは主要な作戦を決定できるようになりました。9月中旬、文献隊はビエズマ近くの輸送機関を攻撃しました。成功は私の期待をすべて上回りました。と彼は、シア軍司令部に報告しました。276人のフランス兵と将校が捕虜になり、20の食料と12の砲兵カートが露隔されました。DV ・ダビドフ、1784-1839。アーティスト A ・オルロフスキー。 1814年、ブヤズマのフランス総督は、パルチザンを根絶する命令を出しました。2000の文献隊が派遣されました。デービドブは、生きているか死んでいるかのように命じられました。しかし、ダビドフの文献隊は敵にとって捕らえどころのないものでした。攻撃すると、彼はすぐに小さなグループに分かれ、事前に決められた場所に集まりました。IS ・ドロクホフ、AS ・フィナー、 A.N. セスラビンの文献隊、ジェラシム・クリン、イアモライチェバー・テイカフの農民の文献隊、及び他の指揮官も同じように行動しました。パルチザンは敵の倉庫を燃やし、フランス軍部隊の動きに関する重要な情報を入手し、宅配便を傍受し、ロシアの捕虜を解放し、小さな守備隊を破壊しました。農民の武器。ペルク・ハッシュコフ地域のフランスの戦乱に対する愛。 S S. ドロクホフ将軍の文献隊のパルチザンの攻撃アーティスト A サホノフ始まり20世紀ナポレオンは道路を守るために大きな部隊を送ることを余儀なくされましたローリストン公爵を通じて彼はクトゥーゾフに戦争は規則に従って行われていないという不満を伝えた農民はこの戦争とタタール人の侵略を崇拝していますとクトゥーゾフは答えました 1812年のモジャイスク地区でのフランス船団の捕獲。アーティスト・アイ・ゴロホフ。1974年。1813年3月。FV ・ロストプチン伯爵はサンクトペテルブルクの新聞セベルネーアプキレアに、モスクワ州のナポレオン軍に対するパルチザンの文献隊の活動に関するいくつかのレポートを掲載しました。農民のパベルプロホロフであるガヌソフの村は、 5人のフランス人が彼に向かって乗っているのを見て、コサックのドレスを着て馬に乗って出発し、銃を持っていなかったので、槍を一つだけ持って捕虜になり、コサックに送りました。コマンドで。ベリン・クリフシー・ソヤノ村では、農民が武装して、聖なる教会を強奪し、これらの場所に住む人々を誘惑するのに十分な数で到着したフランス人に対して武装しましたが、そうするのを許可しなかっただけでなく、克服して、 それらを根絶しました。この場合、ソフィノの村の敵からのショットから、すべての建物と財産を含む62ヤードが消失しました。ズベニゴロド地区。この軍のほとんどすべてがすでに敵に占領されていたとき、首都周辺の住民は団結し、全会一致でボスクレセンスク市を守ることに同意しました。彼らはできる限りのことで武装し、警備員を設置し、彼女からの金がなると、 すぐに馬に乗って徒歩でそこに集まることに同意しました彼らはしばしば都市自体の下で、そして女子から遠く離れておののいました。一人で、時にはコサックと一緒に、多くの人を殺し、コサックチームを連れて行き、コサックチームに届けたので、一つのズベニゴロド地区と一部の住民で、二千人以上が敵によって根絶されました。このようにして、ボスクレセンスク市、いくつかの村、 そして、新エルサレムと呼ばれる修道院は、侵略と破滅から救われました。ロシア人の中に裏切り者はいましたか。9月14日、農民たちはデニス・ダビドフに、ゴロディッシュ村のエフィム・ニキホロフとセルゲイ・マルティノフが裕福な村人に対するフランスの略奪者を率いて、ジヌシベシュネフの殺害に参加し、教会を略奪したと語った。ダビドフは裏切り者を捕まえるためにコサックを送ったが、ニキホロフは逃げ出し、 マルティノフだけが捕らえらえれたこの戦利品は200人のフランス人よりも私にとって重要でした。党派の司令官は後で思い出した。すぐに民兵隊長に報告し、模範的な処罰を用意しました。9月21日、犯人を射殺する命令が出された。彼らはマルティノフを告白し、彼に白いシャツを着せ、彼が強盗したまさにその教会に彼を導きました。 近くのすべての村から人々が集まり、黙って処刑を見守っていました。ロシア民兵の携隊プーラ民兵の足の停鉄の最高責任者、軍曹コサック。サンクトペテルブルク民兵の歩兵隊の軍曹 NA ドロバ1783-1866。そしてモスクワでは、ナポレオンが入った日に、 数人の友人と一緒にモスクワの女性ザグリアスカヤがボルホンカでフランス皇帝に会い、ベルベットの枕に鍵を持ってきました。鍵は彼女の納屋のものでしたが、クレムリンの鍵だと彼女は言いました。ナポレオンは、モスクワのボヤールの代わりに可愛い女性を何人か見て気分を害しましたが、礼儀正しい人として、感謝し、SM ゴリツィン王子のカントリーハウスのあるクズミンキの村を彼女に与えるように命じました。 モスクワの解放後、ザグリアジスカヤは口ひげさえ吹き飛ばしませんでした。彼女はクズミンキに住み続けました。ゴリツインは戻ってきて、彼の財産を検査するために送りました。使用人は答えます。新しい地主ザグリアズスカヤはここに住んでいます。ゴリツインは驚いて、自称ホステスを首に追いやるように命じました。ザグリアズスカヤは重要なことに、メッセンジャーに次のように答えました。 私のクズミンキ皇帝ナポレオン自身が私にくれました。セルゲイ・ミハイロビッチ・ゴリツィンは警察を呼びました。これが、散らばった女性を辞書から追い出すことができた唯一の方法でした。騎馬少女。ロシア軍の最初の女性であるナデジダ・ドゥロワは、1812年の戦争の前でさえ、アレクサンドル・アレクサンドロフの名前でその隊列に入った。当時、軍事は男性だけの分野と考えられていましたが、 半世紀後には女性の看護師も軍隊に登場しました。ナデジダ・ドゥロワは騎兵隊長の家庭に生まれ、幼い頃に孤児となり、父親の騎兵隊によって整然と育てられました。大胆で毅然とした、機敏で勇敢な彼女は乗り心地が良く、射撃の仕方を知っており、サーベルを振るった。スボロフの時代にロシアの武器が輝かしい勝利を収めたという彼女の父と彼女の家庭教師バットマンの話は、 彼女の想像力に火をつけました彼女は踊ったり歌ったりするのが大好きで、喜んで美しいドレスを着て、人形で遊んでいましたが、退屈していました。チェンバローを弾いたり、フランスの小説を読んだり、結婚を夢見たりするのはつまらなかった。それにもかかわらず、1801年、18歳の時、彼女は小さな屋敷の貴族と結婚しましたが、すぐに両親の元に戻りました。 軍隊は彼女のの唯一の使命でしたしかしどうしよう、彼女は女だ。そして、23歳の時、ナデジダは紳士服に着替え、アレクサンダー・ソコロフという名前で、ウマポーランドや騎兵連隊にプライベートとして参加し、いくつかのキャンペーンに参加します。1807年12月、父親が娘を探して家に帰るよう要請した後、 ドゥロフは皇帝と面会するためにサンクトペテルブルクに召喚されました。彼女は兵役を続ける許可を受け、その勇敢さからアレクサンドル一世によって士官に昇進しました。アレクサンダー・アレクサンドロフの名前で、彼女はマリウポリ系騎兵連隊に登録されました。1812年の戦争中、彼女はリトアニアの槍騎兵連隊に所属しました。ボロジノの戦いに参加し、足に衝撃を受けました。当時、 彼女は注意に昇進し、クトゥーゾフ減衰の秩序だった。サービスは早朝から深夜までありました。エルモロフ将軍とコノフニツイン将軍は、アレクサンドロフ注意に感謝し、彼に重要な指示を与えようとしました。ドロバは命令を受け、ロシアの部隊の動き、ルートと交差点、敵の高度な位置について学びました。ある連隊から別の連隊へと一日中野原を駆け抜けて、 私は疲れ果てていました。と彼女は後に思い出しました。10月初旬、クトゥーゾフさんは足を引きずっていることに気づき、その理由を尋ねました。座礁。真から打撲。陸軍減衰は叫んだ。そして、あなたは扱われません。今すぐ医者に行きなさい。医者は長期の治療を主張したが、ドゥーラバは軍を離れたがらなかった。家に帰れ。クトゥーゾフは言った。 私たちは長い間ここにいるかもしれません。NA. ドゥーラバによるノートのタイトルページ。目に涙を浮かべて、騎兵の少女は治療を受けました。ナポレオンはなぜモスクワを離れたのですか彼の最も効率的な秩序と話すと、モトリク軍元帥は狡猾でした。彼は毎日フランス軍の動きを待っていましたが、若いアレクサンドロフチューリに同情しました。10月7日、 フランス皇帝は軍隊にモスクワからの撤退を命じました。王からの平和の申し出に対する答えはなく、彼を待っていたのは無駄でした。だから戦争は続く。燃え尽きた首都で、食べ物も干し草もなしで冬を待つのは危険であることが分かった。軍隊のパレードは毎日開催され、夕方には仮想舞踏会、パリから持ち込まれたコメディーフランセーズ俳優の公演、イタリアのテノル歌手のコンサートが行われましたが、 兵士と将校の士気は低かったです。お酒はたっぷりありましたが、パンとお肉が足りませんでした。強盗は続いた。クレムリン警備隊へのすべての門で敵団兵が見張りに立っており、女性の毛皮のコートを着て、カシミヤのショールで腰を縛っていました。将来の動きの方向性は、軍事評議会で議論されました。南か北か。マーシャルは、多くの沼地があり、悪路があり。 冬が早く来るピーターズバーグには行かないようにアドバイスしました。南の方向はより有益であるとみなされました。カルーガ、クーラ、そしてその先にロシアの豊かで暖かい南部の州が開かれました。その間、スモレンスクに退却する必要がありましたが、地面に台無しにされた古い道ではなく、新しいカルーガ道路に沿って退却する必要がありました。ナポレオンは、の決定を承認しました。1812年10月10日、 イロバイスキー将軍の指揮下にある軽機兵の文献隊による、ナポレオン軍の残党のモスクワからの追放。モスクワの家から盗まれた食料と財産を備えた様々な馬車とカートの無限の列が軍隊に続きました。規律が非常に弱体化したため、断固たるダブー元帥は軍のカートに貴重品を入れた人を撃つことをやめましたが、砲兵のために最十分な馬がありませんでした。ナポレオンは、 そのような船団が彼の軍隊と戦う危険性を理解していましたが、それはすでに別の軍隊であり、兵士が捕らえたものすべてを燃やすように命令することはあえてしませんでした。モスクワを離れる前に、フランス皇帝はクレムリンを爆破し、地球の表面から一掃するよう命じました。何のためにナポレオンの名言、無駄なことはしない。それは、征服されていないロシアの首都の復讐でした。その後、 フランス人自身がこの命令をナポレオンのすべての命令の中で、最も野蛮なものと呼んだが、それを実行した。クレムリンのすべての建物の下、宮殿、大聖堂、クレムリンの壁の塔の下に大量の爆発物が置かれました。最後のフランス兵が市内中心部を去った時、公兵は新官に火を放ち、クレムリンから飛び出しました。しかし、ロシアの愛国者はそこに留まりました。彼らは命をかけて、 名もなきママドウカセンを消した突然降った雨が彼らを助けました。しかし、爆発がありました。聖教会湯安大王の小楼に取り付けられたはしごのジョン、そして小楼自体に沿って亀裂が走りました。小楼から多くのプードのカネロイトが落ちてひびが入った。交渉の建物、オドゾドナヤタは、およびタイニツキーモンから来るクレムリンの壁の二つの小さな塔が崩壊しました。 クレムリン宮殿とファセット宮殿が全焼。ニコルスキー門も爆発に見舞われましたが、聖ニコラスのイメージがあった門の部分は生き残り、アイコンのガラスでさえ無傷のままでした。しかし、フランス人も奇跡に遭遇しました。ポーランドのランサーの文献隊がセルギエフポサドに送られ、トリニキセルギウス大修道院の宝物を押収しました。しかし、突然深い霧が地面に降り、道路が見えなくなりました。 やり兵は翌日略奪しようとしたが、再び霧が彼らの道を塞いだ。サブバ牧師、ズベニゴロドの奇跡の働き手。アイコン。19世紀。牧師のビジョン・サブバ・ストロゼス会からエフジェニー・ビオ・ハネエスへ。そして、ナポレオンの義理の息子であり、イタリア総督友人ボハルネの軍隊が駐留していたモスクワ近郊のサブビーノ・ストロジェフスキー修道院では、ある夜、 黒い修道服を着た灰色の髭を生やした老人が夢の中で彼に現れ、次のように言った。修道院を略奪し、特に教会から何かを奪うために軍隊を率いてはいけません。あなたが私の願いを叶えてくれるなら、神はあなたを憐れみ、あなたは無事に故郷に帰ります。無神論者の恐怖を想像することができます。朝、教会で、 彼が夢見ていた修道士である聖サバの神殿の上のアイコンに気づきました。エウゲネビオハネエースは、すべての教会を施錠し、鍵を自分に渡すように命じ、兵士は、誰かが修道院から何かを盗んだ場合、すぐに撃たれるだろうと警告しました。修道院のすべてが無傷のままでした。しかし、イタリアの総督は安全にロシアを離れ、長生きすることができました。薄くなった大軍はカルーガに移動しました。 私の行く手を阻む者は災いである、ナポレオンは言った。彼は、クトゥーゾフを密かに迂回するか、道を塞いだ場合は彼を追い返すことを望んでいました。しかし、どちらも成功しませんでした。マロヤロスラベッツの輝かしい町軍のパルチザンの一人、アレクサンダー・ニキートビッキ・セスラビンは、10月10日の偵察中に、新しいカルーガ道路に沿った敵の動きを発見しました。彼は木に登った。 道路上で密集した豪音があり、それは通常、大規模な軍隊の移動に伴いました。見渡す限り、道路全体が敵の渋滞でぎっしりと埋め尽くされていました。フランス軍がモスクワを離れ、南下しようとしていることが明らかになった。クトゥーゾフに連れて行かれた何人かの囚人を捕まえることができました。そのニュースを聞いて、陸軍元帥は泣きました。最後に、 あなたは私たちの祈りに耳を傾け、この瞬間からロシアは救われました。10月9日の前日、75歳のメトロポリタンプラトンがベタニアの修道院で突然、椅子から半分立ち上がり、出て行け、出て行けと叫んだことを知っている人はほとんどいませんでした。誰が出たの、アテンダントは驚いた。ナポレオンはモスクワを去った、老人は弱踊りじしい声で言った。彼は1ヶ月後に亡くなり、白雲もは、 主がが彼の日ををを延長ししして、て、て地球上に擬人がいい一般的な苦痛を祈っていることを保証しました。AN セスラビン1780-1858パルチザンのセスラビンの重要な発見マロヤロスラベツはその名の通りモスクワから 120km 離れた小さな蝶ですナポレオンにとってその捕獲は南西方向に前進するための重要なポイントとして非常に重要でした 彼はもはや一般的な戦いを望んでいませんでした。このクトゥーゾフは私から新しい戦いを受けることはありません。ナポレオンは10月12日に副官にイライラして言いました。ボナパルトは10月6日の夜明けにロシア軍部隊がタルティノで村との前衛を攻撃し、それを覆したことに腹を立てた。村とはロシアの将軍からの命令の伝達における不正確さとそれらの間で生じた意見の不一致のためにのみ、 完全な敗北を避けることができました。彼らの最後の力を維持するために、戦闘は避けなければなりませんでした。フランス皇帝は、クトゥーゾフが古いカルーガ道路で彼を待っていると信じていましたが、10月10日に大陸軍は新しい道路に切り替えました。彼女はカルーガへの行進を1日しか持たなかったが、AN セスラビンは敵の動きの方向についてロシアの司令部に間に合うように警告した。 このニュースを受け取ると、クトゥーゾフは村との軍団の追跡をやめ、彼の軍隊を動かしてフランスを横断し、マロヤロスラベッツに向かった。アタマン・ M.I. アイ・プラトフ。ドフ・トゥロフの軍団とプラトフのコサック連隊が10月12日に町に接近した時、ユージーン・ボーハルネの軍隊に占領されたことが判明しました。ドク・ツロフは、彼自身のイニシアチブで、カルーガへの道を封鎖するよう命じ、マオイ・サエツの解放のための闘争を始めました。 4万0 0人の兵士がそれぞれの陣営で戦った。市の所有者は近い変わりました。これほど苦々しく続いたおののいを他に挙げるのは難しい。フランス人とロシア人の両方が、この都市の運命ではなく、戦争全体の運命が決定されていることを理解していました。戦いの最盛期に到着したナポレオンは、ロシア人が再び彼の作戦を理解し、彼に不必要な戦いを課したことに驚いた。 彼はダブーの軍団からいくつかの師団と彼の古い警備員の最も信頼できる部分を戦いの日に投げ入れました。結果はボロジノの下と同じでした。完全に破壊された蝶はフランス軍に占領されましたが、カルーガに突破することはできませんでした。1812年10月12日のマロヤロスラベツの戦い。アーティスト N ・ N サモキッシュ。始まり20世紀。10月13日の早朝。 ナポレオンは陣地を視察するたた。めに出発し、しほぼ捕らえらえれましたコーランコートの回顧録によるとコサックと対峙したのはほとんど夜明けが始まった頃でしたコサックの主な文献体は目の前の砲兵隊を攻撃しいくつかの銃を捕獲しましたまだとても暗かったのでコサックの叫び声だけで何が起こっているのかを理解しそのうちの何人かが散らばっていることに気づきました ヌーシャテルの王子と私だけが皇帝の近くにいました。三人とも抜き身の刀を手に持っていた。時間内に到着した勤務中の戦隊だけがコサックを覆し、警備員は再び彼らの銃を打ち負かしました。コーランクールは、コサックがもっと断固として行動していたら、彼らは私たちを捕らえていただろう、皇帝は殺されるか、捕虜にされていただろうと信じていました。この事件のニュースは、 大軍の残党に不快な印象を与え、現在の状況を明確に示しました。10月13日、ナポレオンは戦闘の継続を拒否し、マロヤロスラベッツから古いカルーガロードに沿って西に退却するよう命じました。このようにして、ナポレオンの20年間に及ぶ世界征服は、この小さなロシアの町の近くで終焉を迎えました。フランス軍は撤退したか、それとも逃亡したか。10月13日に始まった元大軍の撤退は、 それにとって完全な災害であることが判明したとすぐに言いましょう。道路は灼熱の砂漠でした。村は住民によって焼かれ放棄され、都市はフランス人によって以前に略奪されました。そこには完全な沈黙が支配し、猫さえ見つからなかった。生きるものはにもありませんでした。それでも、それはまだ軍隊でした。クトゥーゾフは敵の個々の部分を攻撃して、中央の州をフランス人から守り、 軍隊を並行して導きました致命傷を負った獣は二重に危険であることが知られています10月22日戦いはビズマで行われましたミロラドビッチとプラトフはフランスの前衛を断ち切ることを考えていたが主力部隊に遭遇し頑固な戦いの後彼らを覆したビズマは嵐に巻き込まれ千人以上の囚人カート87丁の銃が捕獲されました 同じ日に、セスラビンとダビドフはリャホフで王次郎の旅団を捕らえた、道で。プネバからそう遠くない11月8日。ブヤズマの解放。10月27日、ベルティエ元帥はナポレオンに次のような報告を送りました。彼らはほとんど完全に混乱しています。兵士のごく一部が旗と共に残っています。他の人は、食べ物を見つけてサービスを取り除こうとして、 様々な方向に自分で行きます最近では多くの兵士が銃やカートリッジを放棄しています。フランスの部隊がスモレンスクに到着した時、それはもはや大陸軍ではなく、野蛮な人々の群れでした。スモレンスクは彼らの期待を裏切りました。食品倉庫は、以前に町を通過した軍団によって荒廃しました。町に残されたものは、年老いた警備員と若い警備員だけで十分でした。 皇帝は、まず第一に、唯一の信頼できる力を見た警備員の世話をしました。したがって、それは戦闘準備を維持しましたが、そのランクも溶け始めました。クラスニーでのダブー減衰の敗北。アーティスト D、スコッティ。1814年。その年は冬が早かった。そしてロシアのシモは、クトゥーゾフを助けました。11月1日、フランス軍の残党がスモレンスクを離れました。 5万個しか残っていません。そして彼らの後ろには武装していない人々の群衆がさまよい、毛皮のコートを着て、女性のショールに包まれた約3万人が、高貴な家から取ったカーペットから巻き上げたスマートブーツの代わりに足を踏み入れました。道路が見せた光景はひどいものだった、とコーランコートは思い出した。彼らのほとんどは寒さや飢えで死亡したか、輸送を委託された人々に見捨てられました。疲れ果て、 スパイクを履いていない馬は一歩ごとに倒れた。彼らは横になったままで地面に横たわっていたので強制的に再び起き上がることは不可能でした。ほとんどの人が歩き、皇帝は一日に2、三回馬車を離れ、一般的な例によればしばらく歩いたと副官の方に寄りかかった。クラスノエ近郊での戦いの後、ナポレオンの命令により大陸軍の旗が焼き払われた。アーティスト A コサック。 1912年、クトゥーゾフの軍隊に加えて、以前にピーターズバーグへの方向をカバーしていた P。X ・ウィトゲンシュタイン将軍の軍団が北からフランス軍を横切って移動していました。南からは P ・ V ・シチャゴフ帝督のドナウ軍でした。交代の位置は、すます危険になりました。11月3から6日のクラスノエ近郊での3日間の戦闘で、ネーゲン水の軍団はほぼ破壊され、 約5000人のフランス人が死亡、負傷し、9万人の捕虜、巨大な5層船団、116門の銃が犠牲になりました。この戦いで、陸軍元帥クツーゾフはスモレンスクの王子の称号を受け取り、アタマンプラトフは伯爵の称号を受け取りました。モスクワからの撤退中のフランス軍の窮状。降雪が始まりました。道路は固く凍っていて、フットマンでさえ立ち上がることがほとんどできず、 道を開けるために略奪ピンを積んだ馬車やトラックを毎分道路から投げ出さなければなりませんでした。すべてがめちゃくちゃで、誰も物事を整理することを気にしませんでした。彼らは恐ろしいロシアから離れて急いで行きました。飢饉は信じられないほどの規模になりました。フランス人は死んだ馬の中身を食べました。潮が足りず、火薬で代用。彼らは痩せ衰え、髭が誠意茂り、 目は火の煙で炎症を起こしていました。雪の中で一夜を過ごした後、毎朝何十体もの死体が動かないままでした。それは逃避のような退却だった。コサックによる退却するフランス人の追跡。アーティストエーデサリオ。1827年。ロシア軍の携隊。ライフガードコサック連隊の私立及び歌手官。その後、パリに到着したナポレオンは、主な敵が、 フロスト将軍であるという伝説を生み出しました。しかし同時に、この伝説はイベントの参加者である目撃者によって反爆されました。例えば、アンリベール、スタンダールは次のように書いています。それどころか、モスクワの天気は最高でした。そこから10月6日、19日に出演した時は、わずか3度の霜で、太陽は眩しく輝いていました。ナポレオンがパリに行くことを決めた時、 12月5日に彼はスモルゴンの町を車で出発し、わずか2日後に息が多すぎてそりに移さなければならなかったことが知られています。ナポレオンは指揮官としての才能を失いましたか。もちろん違います。これは、ベレジナ川を渡るフランス軍の通過によって示されました。ナポレオン自身が川岸を調査し、浅瀬をチェックするように命じました。霜のために川は浅くなり、水は馬の腹に達し、 騎兵は自分たちで渡れるようになりました。歩兵、大砲、輸送隊の通過のために、皇帝はボリソフ地域に橋の建設を命じました。クトゥーゾフから交差点の本当の場所を隠すために、橋がいくつかの場所に建設され、ロシア軍は欺まに屈しました。チチャゴフ帝徳は、敵が南にいると予想されるべきであると判断し、そこに軍隊を送りました。アルマンド・デコーランコとは、 ナポレオンが橋の建設現場で一日を過ごしたことを思い出しました。彼は非常に熱心に働いていた公平にしばしば氷水に登るように進めました。ナポレオンは対岸を調査し脱出ルートを外設し、ロシアの前衛を砲撃するための砲台の配置も命じました。11月14日、組織的な許可が始まりましたが、すぐに小競り合いが続きました。混乱した群衆は、 すぐに反対側に渡ることを熱望しました。司令官は、はや従わなかった。歩兵はライフルの重傷を振り回し、ライダーはサーベルを振り回した。誰もが突破したいと思っていました。荷物車、大砲、馬車、二馬車が絶望的に密集し、道を塞いだ。車軸と車輪が壊れ、ワゴンは水に投げ込まれました。ヨーロッパのすべての言語で、どこからでも叫び声と呪いが聞こえました。 そしてこの時、ロシアの大砲が間に合うように到着し、交差点を砲撃し始めました。クトゥーゾフの計画は、フランス軍を包囲して破壊し、フランス軍がベレジーナを渡れないようにすることでした。しかし、飢餓と寒さに苦しんでいた彼の軍隊の遅れ、シチャゴフ提督とイトゲンシュタイン将軍による命令の不正確な実行は、この計画を挫折させました点11月16日までに、横断は終わった。 ベレジーナを渡る。しかし、グランドアーミーは存在しなくなりました。アルマンド・コーランクールは次のように証言しています。私たちの目の前に、はぐれものの新しいバンドが現れました。第一軍団は、騎手、数人の将校、及び歌士官の人の中にしか存在しませんでした。11月23日、スモルゴンで、ナポレオンは軍隊の指揮をミラー元帥に引き渡し、 パリにししましたフランスで不満が勃発し、陰謀が起こり、ボナパルトはそこで彼の力のために戦わなければなりませんでした。ナポレオンは、新しい軍隊を募集し、フランスとヨーロッパに対する支配を維持できることに疑いの余地はありませんでした。1812年12月3日の大軍の速報は、フランスとヨーロッパで驚くべき印象を与えました。それは損失の数を挙げていませんでしたが、 実際の状況は認められました。以前は無敵だった軍の敗北です。速報の最後のフレーズは特に奇妙に思えました。1812年11月16日、29のベレジーナで、ナポレオンは13日間で、コーランクール伯爵を伴った護衛なし、警備なしで、ヨーロッパ全土を駆け抜け、記憶の中でロシアのキャンペーンの出来事を整理し、将来の計画を実行しました。 指導者を失ったフランス軍は、新たな敗北を喫した。11月28日、ロシア軍はビルナを占領し、そこでクトゥーゾフは休息のために立ち止まるよう命じた。そして、約2万道とのフランス軍の残党が12月14日にネマンを渡り、1400のうち90を取り出しました。フランスは大敗の後、ロシアの国境を離れた。ナポレオンの軍事的天才は偉大でしたが、全能ではありませんでした。パリのロシア人、 またはナポレオンの終焉。12月21日、クトゥーゾフは軍隊への命令で、軍隊を祝福し、自分の分野で敵の敗北を完了するように促した。ロシア軍とロシア国民が侵略者に対して繰り広げた祖国戦争は終結したが、永続的な平和を確保するために、アレクサンドル一世はナポレオンの最終的な敗北でこの勝利を飾ることに着手した。ナポレオンでも私でも、 一緒に統治することはできません、王は言った。1813年1月、ロシア軍の対外作戦が始まりました。現在、プロイセン、スウェーデン、オーストリアが同盟国になり、イギリスは軍隊を大陸に派遣しています。新しい同盟国の軍隊はより多くなりましたが、ナポレオンは依然として大きな力を持っていました。パリ包囲戦連合軍はルッツェン、バウツェン、ドレスデンで敗北したが、 ナポレオンはクルムとライプツヒの近くの戦いで敗北した。ロシアがいなければこんなことにはならなかっただろうし、もしロシア軍が自国の国境内に留まっていたなら、ナポレオンの支配はヨーロッパで続いていたであろうことは誰の目にも明らかだった。オーストリアは彼の同盟国のままであり、ドイツは反独立、反従属の公国と公国に分割され、オランダ、ベルギーは国家の独立を持たない。 ドイツ人が後に行ったのは無意味ではありませんでした。私たちはロシアとの連合に私たちの本当の独立を負っています。その時までに、クトゥーゾフはもはや生きていませんでした。1813年4月にブンツラウでモトリク軍元帥王子スモレンスキーが亡くなりました。1813年6月13日、サンクトペテルブルクの火山大聖堂で行われた個人の葬儀で、アルキマンドライト・フィラレット、ドロズドフは指揮官について霊感に満ちた言葉を発し、 次のように締めくくりました。スモレンスキーに与えられた精神が私たちの連帯で歩みを止めず、私たちの指導者に留まらないことを皆さんは満場一致で望んでいます。亡くなった人にとって、これ以上の賞賛はありません。祖国の残りの息子たちにとって、これ以上の教育はありません。連合軍がパリに侵入。式は再びバークレード・トリーに引き継がれ、 たまたまフランスの首都の降伏を受け入れたのは彼でした。3月18日、ロシア軍は意気揚々とパリに侵入しました。皇帝アレクサンドル一世は、プロイセン国王と連合軍の将軍たちを従えた白馬ナポレオンから寄贈されたに乗って連隊の先頭に立った。戦争にうんざりしていたフランス人の群衆は、ロシア皇帝を解放者として歓迎した。パリの大議員との会話の中で、 国王は同盟軍が住民に対して申し分のない行動をとり、暴力行為は厳しく罰せられることを彼らに保証しました。私はフランスと戦争をしているわけではありません。私はあなたの国の友人です、とアレクサンダー一世は強調しました。パリのロス。復讐の土地はどこにあるぶら下がって、ガリア、としかし、私は何を見ますか和解の笑みを浮かべるロス。ゴールデンオリーブを添えて、 遠くでさらに軍の雷鳴が鳴り響き、真夜中の靄の中の草原のように、落胆したモスクワは、そして彼は気に死ではなく救いをもたらす。そして地球に良い平和を、a s プーシキン。サールスコエセロでの思い出。パリの貴族と庶民は、パリの中心部にあるシャンゼリゼ通りにテントを張ったロシア兵とコサックの親切さに驚きました。気さくなコサックのおかげで、 パリの子供たちは肩に乗ることができました。宮廷と将軍たちは、フランスの貴族が彼らに敬意を表して送った舞踏会に出席しました。その後、アレクサンドル・パブロビッチはアンゴリツイン王子に次のように語った。すべてが急いで私の膝を抱きしめ、すべてが私に触れようとし、人々は急いで私の手と足にキスをしました。彼らはあぶみをつかみ、嬉しそうな叫び声とおめでとうで空気を満たしました。しかし、 私の魂は別の喜びを感じました。彼女は、いわば、彼の憐れみの奇跡を生み出した主への限りない献身の中で溶けました。一言で言えば、私は話し、聖なるミステリーに参加したかったのですが、パリにはロシアの教会がありませんでした。慈悲深い説理、それが善を行い始めるとき、その創意工夫は計り知れません。そして今、非常に驚いたことに、 彼らは私が望んでいたロシアの教会がパリに現れたという報告を突然私のところに持ってきました。保存のために、3月25日、4月7日、最も神聖なウルカミ女の受胎告知の日に、徹夜の後の主権者は、非常に感動的な謙虚さで全ての人に許しを求めた、と告白した。3月26日、彼は異形の念を持って生体配慮を受けました。プライベートライフガードセミオノフスキー連帯愛、ガルチェンコ。 3月29日、および4月の聖なる復活祭の初日の午後12時時、不幸なルイ16世が生涯を終えたコンコルド広場で、最後の勝利のために祈りが捧げられました。連合軍とパリの占領のために。アレクサンダー・パブロビッキ自身は、AN ・ゴリッチシーン王子との会話でこの出来事を次のように説明しました。私はそれらを運び去り、私たちの国のお祝いを私たちと共有することを余儀なくされました点 そして今、あらゆる条件と年齢の数えきれないほどのパリジャンの前で、大声で調和の取れたロシアの歌が聞こえました。すべてが沈黙し、すべてが耳を傾けた、点々。正当派の儀式によれば、ロシアのツァーリは国民と共に公に祈りを捧げ、いわば、打ちのめされた王室の犠牲者の血まみれの場所を清めた。私たちの精神的な勝利はその目標を完全に達成し、 無意識のうちにフランス人の心に畏敬の念を抱かせました。ゴ立院、ン、これは現在の話とは相いれませんが、フランスの元帥がどのように、フランスの将軍の多数のファランクスがロシアの十字架の近くに群がり、順番に互いに押し合ったかを見るのは面白かったです。早く拝めるように。メダル、1812年の祖国戦争を記念して、1814年3月25日、ナポレオンは大尉に署名し、 地中海の小さなシマエルバ島に追放されました。彼は無力な航海に苦しんでいました。結局のところ、モスクワを占領した後、彼自身がロシア人をパリに連れて行きました。それ以前の4月12日に、彼は自分自身を毒殺しようとしましたが、マロヤロスラベッツの時代から彼が持ち歩いていたシアンカカリウムが分解したようです。フランスはブルボン王朝のルイジュ8世によって統治されていました。 ナポレオンは依然として権力を取り戻そうとし、エルバ島から逃亡しましたが、1815年の夏、ナポレオンに忠実な軍隊はワーテルロで連合軍に敗れました。こうして愛国戦争は終結した。彼女の記憶の中で、ロシア皇帝のイメージがないメダルが作成されましたが、私たちではなく、私たちではなく、あなたの名前にという言葉があります。 サンクトペテルブルクの冬宮殿の軍事ギャラリーとモスクワの旧聖主ハリストス大聖堂の二つの注目すべきモニュメントが建てられました。ロシアのツァーリは、彼のホールに部屋を持っています。彼女は金持ちでもビロードでもありません。王冠のダイヤモンドがガラスの後ろに保持されているのは彼女ではありません。しかし、上から下まで、全長、全周。目利きのアーティストによって描かれました。ダンスも狩猟も禁止だが、レインコートと剣は全て、 はい。武勇に満ちた顔です。クローズアーティスト配置。ここに私たちの人民軍の主張。素晴らしいキャンペーンの栄光に包まれて。そして12年目の永遠の記憶。a s プーシキン。司令官、救世主キリスト大聖堂。写真。1890年代。1812年12月25日、ビルナでのキリスト降誕の共演で、 アレクサンドル・パブロビッチは次のようなマニフェストに署名しました。これらの困難な時代に自分自身を高め、ロシアを脅かす死から救った神の摂理への感謝を記念するために、私たちは首都モスクワに救いしキリストの名において教会を設立することに着手しました。ただし、この決定の前には多くの論争がありました。当初、軍事的勝利を記念して伝統的な記念碑を建てるという提案がありました。柱、オベリスク、 または敵から取られた大砲のピラミッド。この考えは、1812年12月20日付のツァーリへの手紙で、この記念碑は確実にモスクワに建設されるべきであると提案した FV ロストプチン伯爵によって共有され、彼はピラミッドの建設のために大砲をすでに集め始めていました。彼の計算によると、少なくとも800が必要でした。しかし、12月17日、A.S. シシコフ提督は、 パベル・アンドレイ・エビッチ・キキン将軍から手紙を受け取りました。キキン将軍は、モスクワに救世主キリストの記念教会を建設するという提案を初めて提出しました。PA キキンは次のように書いています。なぜ記念碑は、同じでなければならないのですか。神の節理は、信仰と人々の熱意の助けを借りて、私たちを救ってくれました。彼のおかげです。皇帝アレクサンドル一世、1823。 神は、私たちが偶像崇拝者ではないことを忘れて、古代の猿の無意味な猿になることを禁じています。オベリスクやピラミッドなどは、人間の傲慢さやプライドを褒め称えますが、キリスト教徒の後期で感謝の心を満足させるものではありません。そして、私の心と思いは、モスクワに救世主大聖堂の名の下に救世主の神殿を建てることに同意します。これだけで、 あらゆる点で全ての人の期待を満たすことができます。この考えは、アレクサンドル一世に深い感銘を与えました。1817年10月12日、A.L. リットベルクの計画に従ってスズメガオカに最初の神殿が建設されましたが、計画は失敗に終わりました。1838年、勝利したナポレオンの弟であるニコラス一世の治世中に、クレムリンの近くに新しい神殿が建てられ、 1812年の奇跡的な勝利の記念碑となりました。名前作品。ロシア軍。バゴバット・カール・フェドロビッキ、1761-1812中将1812年に第一西部軍の第二歩兵隊を指揮。ボロジノの戦いで、プチコフ一世が負傷した後、彼はウティツキークルガンの地域で軍隊を指揮した。タルティーノで砲弾を受けて死亡。バグレーション・ピオトル・イバノビッキ、 1765-1812-1812年に優れたロシアの司令官、歩兵将軍、第二西軍の最高司令官。ボロジノの戦いで致命傷を負い、セミョノフ、バグラショノフの先行を6時間保持した。バークレーデトーリー・ミクヘール・ボグダノビキ、1761-1818優れたロシアの司令官、1812年、第一西部軍の最高司令官、元帥 ボロジノの戦いでは、武力を指揮した。レニングセン・レオン・ティ・レオンタイビキヒ、1745-1826、騎兵隊の将軍、1807年にロシア軍の最高司令官、8月から1812年11月にロシア軍の参謀総長、MI ・クチュゾブに対する陰謀のためにオフィスから削除されました。ウィットゲンシュタイン・ピオトル・クリスチャノ・ビキヒ、1769-1843、騎兵隊の将軍、 1812年に M.I. チュゾーブの死後、彼はしばらくの間すべての軍隊を指揮し、バークレーでトーリー軍の第一歩兵隊を指揮しました。ボロンソフ・ミクヘールセミオノビキヒ、1782-1856ボロジノの戦いで負傷した中将。1813年、ライプツヒの戦いで活躍。第二聖軍第二統合的弾兵士団長、ゴリッチシーン・ドミトリア・アディミロイチ、 1771-1844騎兵隊の将軍。1812年に彼は強硬騎兵隊を指揮し、ボロジノとクラスニーで際立っていました。1820年から、モスクワ総督、ガラビン・エフジェニー・アレクサンドロビッキ、1782-1858少将。1812年にバグラチオン軍のファナゴリア敵団兵連隊を指揮、ゴルチャコフ・アンドレイワノビッチ、 1779-1855中将、ボロジノの戦いでシェバルディンスキーホールイの防衛を主導し、そこで重傷を負った。リプレラ・ドイチ・ニコライ・イバノビキヒ、17667-1843中将、1812年に彼はバークレイでトーリー軍の第一強後期兵士団を指揮しました。ジビッキ・ーバン・イバノビキヒ、1785-1831中将、1812年、 ウィトゲンンタイン軍団の主任補給官1813年ロシア軍の補給官ドロクホフイバンセミオノビキヒ1762-1815中将1812年にバグラチオン軍の後衛を指揮ボロジノの戦いでは彼は敵を拘束したセミョノフスカヤの村の近くで第二騎兵旅団の攻撃を指揮しましたこの戦いでの功績により彼は中将に昇進しましたドクツロフドミトリサージービキ 1756-1816歩兵将軍、1812年に第六歩兵隊を指揮。彼はスモレンスクの戦いで際立っていました。ボロジノの下で、彼はロシア人地の中央部門で軍隊を指揮した。バグラチオンが負傷した後、彼はロシア軍の左側面の指揮官でした。アーモラブ・アレクエ・ペツラビキ、1777-1861中将。 1812年バークレーでトーリー軍の参謀長。ボロジノの戦いで、彼はライフスキー砲台への反撃を指揮し、その間に負傷した。ザヘルブスキー・アーセニー・アンドリービキー。1783-1865副将軍。1812年に彼は M.I. クチュゾブ。1813年から1814年に勤務中の参謀総長と一緒でした。アレクサンダー一世の下で仕えた。カイサロフ・ページー・サージービキー。 1783-1844-1812年の初めに、大佐が別の文献体を指揮しました。ボロジノの戦いでの功績により、彼は少々に昇進した。フランス軍の追跡中、彼は M。イ・プラトフの軍団で先駆者を指揮しました。キキンペトア・アンドリービキ、1775-1843-1812年少々。 バークレーでトーリーの軍隊で勤務中の将軍。このについピオトル・ペトクラビッチ、1764-1822歩兵の将軍。1812年8月19日から、第一および第二西部軍の一般的な後衛の長。バグラチオンが負傷した後、彼は一時的に第二軍を指揮しました。クルネフヤコフ・ペトロビッチ、1763-1812中将。 1812年にウィトゲンシュタイン軍団の前衛を率いた。クリアスティシーの戦いで英雄的に死亡した。クテーゾブ・アレクサンダー・イバノビキ1784-1812少々、1812年に彼は最初にバークレーでトーリーの軍隊の砲兵隊を指揮し、ボロディーニョの下で、すべてのロシアの砲兵隊を指揮しました。ボロジノの戦いで、ライフスキー砲台への攻撃を撃退している時に戦死。 クチューゾーブミクヘール・イラリオノビキ、1745-1813偉大なロシアの司令官、元帥は、1812年の愛国心が強い戦争の初めに、サンクトペテルブルク、そしてモスクワの民兵の長に選出されました。1812年8月から、ナポレオンの軍隊を破ったロシア軍の最高司令官、ミロラドビッチ・ミハイル・アンドレイビッチ、1771-1825歩兵大将、 スボーロフキャンペーンに参加し、ボロジノの戦いで右側面の軍隊を指揮しました。1812年8月28日、彼は第二西部軍の総司令官及び軍の後衛隊長に任命されました。ネバオフスキードミトリペトラビヒ1771-1813中将、1812年に彼は新兵からモスクワで結成された第27師団を指揮しました。ボロジノの戦いでは、師団のほとんどが死亡し、 彼自身がセミオノフのフラッシュで重傷を負った。オーザーロスカイアダム・ペトラビッキ、1776-1855中将、1812年に彼は敵を追跡するために別の飛行、文献隊を指揮しました。オスター・マントルストエ・アレクサンダー・イバノビッキ、1770-1857中将、1812年に第四歩兵隊を指揮し、ボロジノの戦いと1813年のクルムで際立った功績を残しました。 ハスケビッキー・バン・フェドロビッキー、1782-1856、中将、後の陸軍減衰、1829。ボロジノの戦いでは、第26歩兵士団を指揮し、ライフスキー砲台を直接防御しました。プラトフ・マトベイ・イバノビッキー、1751-1818、騎兵隊の将軍、ドン・コサックの頭。1812年、彼はコサック軍団を指揮した。 彼はボロジノの戦いで際立っており、フランス軍の後方で騎兵 F。P ・ウバロフと V。V ・オルロフ・デニソフと一緒に襲撃を成功させました。ラウブスキー・ニコライ・ニコラウバイキ、1771-1829中将、1812年にバグラチオン軍の第7歩兵隊を敷き、彼はスモレンスクの勇敢な防衛とボロジノの戦いで中央砲台を保護したことで有名になりました。中央砲台は、 ライフスキー放題として歴史に名を残しました。セスラビン・アレクサンダー・ニキーティキヒ、1780-1858-1812年、船長、後に、中城、バークレーでトーリーの副官、1812年9月から彼はボロフスクとモスクワの地域で騎兵分隊を指揮しました。彼はモスクワからの敵の撤退を発見した最初の人でした。ストロガノブ・テーブル・アレクサンドロビキヒ。 1774-1817 17中将1812年に彼はタッチコフ軍団の統合的弾兵士団を指揮しました。彼はボロジノの戦いで際立っていました。トルカール・フェドロビッチ1777-1842中将1812年、バークレーでトーリー軍の補給官。その後、統一ロシア軍。トルマソフ・アレクサンダー・ペトロビッチ。 1752-1819-1812年の祖国戦争の開始時に、第三西部、予備軍を指揮した騎兵隊の将軍。キエフ方向への作戦が成功したことで、彼女は重要な敵軍を迂回させました。タッチコフ・ニコライア・アレクシービキ、1765-1812中将、1812年に彼は第三歩兵隊を指揮し、スモレンスクのオストログの近くでの戦いに参加しました。 ボロジノの戦いで致命傷を負った。タッチコフ・ペーブル・アレクシー・ビキヒ、1775-1858少々、1812年にバークレード・トリー軍の第二歩兵隊の公衛部隊を敷き、ボルティナゴラの下で、彼は非常に重要な地位を占めていました。最後の反撃の際、彼は重傷を負い、捕虜になりました。タッチコフ・アレクサンダー・アレクシー・ビキヒ、1778-1812少々、 1812年に彼は旅団を指揮し、スモレンスクのビテプスク近くの戦いに参加しました。彼はボロジノの戦いで殺され、レベル連隊の旗を手に、旅団を率いてバグラチオンフラッシュへの反撃を行った。ユバロフ・フェドーペクラビキ、1773-1824騎兵隊の将軍、1812年にバークレーでトーリー軍の第一騎兵隊を指揮し、その後、連合軍の騎兵隊全体を指揮しました。 フィナー・アレクサンダー・サモイラ・ビキヒ、1787-1813-1812年の愛国戦争の開始時、戦長、後に、大佐。彼はフランス軍の後方で成功したパルチザン行動で有名になりました。ネートの戦いでエルベ川のほとりで戦死、シッチャゴブ・テーブル・アジリエ・ビキヒ、1767-1849提督。モルドバ軍の最高司令官として、 彼は1812年に和平を結びました。1813年、ベレジーナで、彼はナポレオンを捕まえる時間がありませんでした。フランス軍。ビオハネ・エスエウゲネ・ナポレオン、1781-1824ナポレオンの義理の息子、イタリア総督。1812年、彼はナポレオン軍の第四歩兵隊を指揮し、ボロジノの戦いで際立っていました。フランス軍の退却中、 彼はその先駆者でした。ラバウト、ダバスト、ルイス・ニコラス、1770-1823、フランス元帥、エクマルスキー王子は、1812年に第一歩兵隊を指揮し、ボロジノの戦いで負傷しました。モスクワからの撤退中、彼はフランス軍の後衛を指揮した。ジュノー17、1771-1813、ダブランテスコフランス元帥、ナポレオンの仲間。 1812年には第8軍団を指揮したが、ボルティナゴラの戦いで失敗した後、ナポレオンに解任された。ランツジーン、1769-1809フランス元帥、モンテベロ公ナポレオン戦争では、彼はスペインのアウステルリッツとイエナで軍隊を指揮しました。ムラトジョキーム、1767-1815フランス元帥、ナポリオン1812年、 彼はナポレオン軍の騎兵隊を指揮したが、タルティーノで敗北した。ナポレオンがパリに向けて軍隊を去った後、彼は退却する軍隊を率いました。ニー・ミッシェル、1769-1815すべてのナポレオン戦争に参加したフランス元帥。1812年、彼は第三歩兵隊を指揮した。ボロジノの戦いでは、フランス軍の中枢を指揮した。オージェロー・ジャンピエール、 1772-1836フランスの将軍。1812年軍団長セバスチャニオラス17。1775-1851フランス元帥。1812年に軍団を指揮。